そんなこと。いやちょっとね緊張しちゃって。いや嘘つけよお前。すいませんなんか。下手くそな受け方しやがってお前は。すいません、余計なことしてないよ、まあね、まあまあまあでもこの2020年もね、もう残すところあとわずかでね。そうですね、早くも終わってしまいますけども、まあでもなんか今年はちょっと暗い話題がねいろいろ多いなと思いましたけどね。まあ確かにね、だからそんな時こそね、うん、人と人の助け合いっていうのは大事だと思うんですよ。まあ確かにね、こういう人助けとかしてますか、あなた。そういうの全然やってません。やってねえだろうな、まあ、でもやりたいっていう気持ちはあるんですよ。気持ちはあるんだけどね、どうやっていいか分かんない。いやまあ結構ありますよ、チャンスなんか。そう、例えば満員電車乗っててね、おじいさんが乗ってきたら、おじいさんにこう席を確保してどうぞこちら座ってくださいみたいな。あ、これだけでも全然、それでもいいの？全然いい。じゃあできますよ。じゃあじゃあちょっとやってみましょう。うんうん、ピシ。まあでも僕はバスの方が多いんだよ。俺よ。俺もやってんだよ。いつまで喋っ、俺じいさんで入ってきてんの、いつまで喋ってんだお前。何年漫才師やってんだお前。おじいさんすいません。今おじいさんじゃねえよ。今は年として怒ってんだよ。おじいさんおじいさんじゃないと今は。俺は今年で怒ってんの。おじいさんで入ってくるから対応してって言ってんの。そういうこと。頼むよ。ピシ。え、なんで降りちゃうんだよ。ついたんだよ。いや違う、ついたってなんだから。ついたのに残らなきゃいけないの。違う違う、お前が人助けしたいんだよ。降りちゃダメだよ。降りちゃダメ。俺一人でじいさんで何やってるんだよ、こっから。お前は対応してよ、そこは。ピシュー。ああ、どうぞどうぞ。いやいや、どうぞ。すいませんよ。もうどっちもじいさんじゃねえかよ。どっちもおじいさんじゃねえかよ。いやいいだろ。お前が座っちゃってんじゃねえかよ、おじいさん同士の助け合いみたいなの。違う、今のお前でいいんだ。俺はこのままでいいの。話しかけろ、おじいさんに早く。お前、おじいさんどこに行くの。ああ、巣鴨じゃ。マジで、俺も巣鴨行くところだったんだよ。そうですか。あれ、おばあさんは3年前に死んだんじゃ。マジでフリーなんだ。 LINE 教えてよ。ナンパしてんのか、おい。おじいさんナンパしてんのか。降りてんじゃねえよ、急に。いやいや、気まずいだろ。気まずいじゃねえよ。ちょっとダメ、変われ。お前おじいさんやね。俺がこういう風にやるよってのは日本を見せるから。ちょっと見せてよ。じゃあやってこい、ちょっと、あ、おじいさんが乗ってきた。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。に、兄さん。弟。いや、どういう展開だよ、これ。急にドラマチック。降りてんじゃねえよ、じいさん。何ドラマチックな展開にしようとしてんの。行き別れた設定とかいらねえから。いらない。戻れ、もう一回。あ、おじいさんだ。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。わしが見えるのか。死んでんのかよ。幽霊見えちゃってるのか俺よ。降りてんじゃねえよ、いちいち。で、幽霊なら悪魔にスーッと飛び抜けろ。やらなくていいんだ今。別にやらなくていいっち。何の練習だ、どこで使うんだそれ。戻れ、もっかいお前。幽霊で戻んな、おい。スッシューで入ってこい。早く。あ、おじいさん、ロボットじゃねえかよ。ウィンウィンパカボン。肘からミサイル出すな。古いタイプだなお前は。もういいから、もう話聞いてよ。おじいさん質問するから。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。ヘッドホンしてんのかい。何聞いてんだおじいさんがよ。おい、豚の鳴き声じゃん。本当に何聞いてんだおい。癒されるんじゃん。イルカとかだろ、癒されんな。変なの聞かなくていいから話を聞け。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。イヤホンもしてんのかい。何聞いてんだ今度。おい、嵐じゃん。嵐って若いの聞いてんだ随分。おい、風の音が好きで。本当に嵐の音聞いてんの。癒されるんじゃん。癒されるかな、不安になるわ、あんな音聞いたら。話を聞けよ、おじいさん。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。ああ、病院じゃよ。あ、病院。どっかお体悪いんですか。いや、孫の見舞いじゃ。あら、お気の毒に。お孫さん、おいくつなんですか。82。言ってんな、おい。あんた、いくつだよ、おい。156。いや、化け物じゃねえか、156ってよ。握力。あ、握力か。いや、それも化け物だけどね。じゃ、右だけ。いや、じゃ、左どうなってんだ、おい。左は3キロ。どういう鍛え方したんだ、それ。何が面白いんだ。降りてんじゃねえよ、おい。なんで降りんだ、ここで、じいさん。このネタの終点じゃ。ネタで どうぞ。なるほどね、いい部屋ですね、これは。いやいやいや、ありがとうございます。全然いい部屋ですよ、これは。お客様、本日ご宿泊でよろしかったでしょうか。ご宿泊で頼むよ。一泊二日で。うん、一泊で。ありがとうございます。それ以降のご利用、ご延滞料金かかりますね。レンタルビデオか。そうだ、お客様お疲れになったでしょ。ああ、すいませんね。お風呂に吊るするでもご飯。嫁か。何急に慣れ慣れしくなってんだよ。そんな風に言わなくても少し寂しかった。嫁かって。何急に嫁ずらしてんだよ。なんだ、私の命はね、あと40年なんですよ。余命か。余命40年って結構あるじゃないか。結構あるんですよ。あんな話をしてるんだ君は。まったく。いやもういいよ。あ、お客様、さどうぞ。お茶とお菓子、どちらにされますか。ケチか。なんだこれ、どっちか一つってなんだ。二つで一つでしょうか、こんなものは。あ、
じゃあ2つにしてくどうぞ。何を言ってるんだよ、ったく。はい。いやでもね、はいはい、私はね、結構温泉なんかが大好きでね。ああ、そうなんですか。日本全国いろいろ回るんですよ。だからちょっと温泉にはうるさいですよ。ああ、そうですか。ここの温泉のあの効能はどうなってるんですか。あ、うちの温泉の効能はですね、うん、肩こり、神経痛、リウマチに効くとか効かないとか。噂か。なんだ、効くとか効かないとかってのは。いや、でもね、うん、ここだけの話、うちの旅館にはね、うん、総理大臣も泊まりに来たんだとか。噂かってだから、だとかじゃないよ。はっきりしなさいよ。でもあれでしょ、はい、ここの温泉なんか、はい、芸能人が結構来たりするんでしょ。え、本当ですか。噂か。噂か、それも。本当です、初耳です、それは。そうなの、はい、そういう風に聞いてたけどもね、私は。あ、そうですか。うんうんうん。まあでもね、はいはい、ちょっとこう温泉の話してたらちょっと入りたくなっちゃったら。あ、そうですか。行こうかな、うん。温泉の方、ただいま掘ってる途中なんで。見切り発車か。温泉湧いてみないのに何で旅館やっちゃってんだよ。いや、あの、大浴場あるんですよ。あ、そういうこと。露天風呂の方だけちょっと今。あ、露天風呂ね。はい、あ、まあまあいいや。じゃあ後で入りに行くから、ちょっと、はい、なんか楽な格好したいから、あ、浴衣かなんか。浴衣ね。はい。あの、うん、2着でよろしかったですね。いや、なんで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 。一人しかいないんだから一着でいいよ。いや、でも先ほどこの部屋に女性の方が入られるの見たんですけども、お連れ様じゃないんですか。は？髪の長い白い着物を着た女性が、振り返ると血まみれで。怖い話か。なんだ急に。お前だ。怖い話かね。なんだそれ。めちゃめちゃだな君は。めでたしめでたし。昔話か。雑話じゃないかそれは。いいから浴衣を出しなさいよ。浴衣の何種類かございますのでお選びください。あ、何種類かあるの。はい、 オレンジ、うん、黄色、うん、ピンク、水色、紫、黄緑。商店か。じゃ商店じゃない全部。あと少し小さめなんですけども、あの赤っていうのもございます。山田くんかそれ。山田くんじゃない。赤はいいから浴衣を出しなさいよ。まったく山田くんかって。だからなんで座布団持ってきてんだよ。だ山田くんかって。だからなんで私の持ってくんだよ。何も知らないだろうが私は。おい、いいよもう。お客様、お食事の方なんですが、おうおう、フィッシュ or ビーフ。飛行機か。シートベルトお締めください。いや飛行機かっていうの。シートベルトなんかないよな。言って。え、いやそんな痛くない。こん中にお医者様いらっしゃいますか。いや飛行機かって。だからわししかいないよこの部屋は。何を言って。食事はもう8時にこの部屋で食べますよ。 お部屋でよろしいんですか。え、あのお食事の方、うん、お部屋、宴会場、うん、露天風呂。え、露天風呂でご飯食べれるの。いいえ。思わせぶりか。なんで言うんだよ。じゃああの和食、洋食、中華、イタリアン、フレンチ。イタリアン、フレンチも食えんの。いいえ。思わせぶりかって言うなよ。じゃああれ三浦、俺中学校の時の鈴木。おお、久しぶりか。何がだよ。久しぶりじゃねえか。いや、お前がそういう風にやるからだろうが。あれが久しぶりだよ。いいよ、部屋で食べるよ。部屋で食べますか。わかりました。じゃああの布団を引いちゃいますね。あ、引いちゃって、はい、引いちゃって。いやでも今日は本当疲れたからね。やっぱ疲れを取るにはね、温泉が一番だからね。ここら辺でバッと引いちゃってね。はい、わかりました。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ね、バッと引いちゃってよいしょ、だ、ごゆっくり。夏か。なんだこのタオルケット一枚って。風邪ひくだろうが、こんなもんは。すみませんね。考えなさいよ、あったく。キャンプかってだから。なんで寝袋で寝なきゃいけないんだ俺は。じゃあの外にハンモックかけときますね。南国か。何揺られて寝るのか。じゃあ外にあの力士2人戦わせますね。両国か。南国と両国しかやってない。引きなさいよちゃんとしたやつを。はい、すいません。何言ってんだ。いや、はい、すいませんね。そういうの引きなさいよって言ったらね、引いて引いてね。そう、お前いて、お前いて。ずるいぞお前。いていてって、お前ずるい。お前俺マク修学旅行か。おっとっと、やめろ、痛いな、やめろ、お前、ギブ、修学旅行か、修学旅行か。おぉ、なんで俺肩叩かれなきゃいけねえんだ、この野郎。めちゃめちゃだな、お前。もういいよ、もう布団引いたから、お前、もう出てってくれ、はい、もう。ちょっとゆっくりするから。もうゆっくり。あ、うん、あと言い忘れてたんですけれども。何よ。実はこの部屋、出るんです。出るってまさか。はい。痴漢が。電車か。あとクマも。屋外か。あと白クマ。北極か。あとオーロラ。南極か。曲しかやってねえじゃねえかこの野郎。上を向う名曲か。知らねえよ。お前が歌ってんじゃねえか。俺歌ってねえじゃねえかお前。メロディーは僕が作りました。作曲か。知らねえ。てめえさっきから曲のとパンパン叩き上がって冗談じゃねえぞこの野郎。責任者だぜ責任者。あのクレームの方は旅館の従業員に言ってください。じゃお前誰だよ。はい、はい、ということでね、UM1 ね、勝手に UM1 本当ですよ、決勝でございますよ。決勝ということでね、もう頑張っていただきましょう。頑張っていただきましょう、張り切って。そうですね、まあでもね、僕らもいい年でございますから。いい年ですよね。子供なんか欲しいなあ。子供最近見たらもう可愛くてしょうがない ね双子可愛いよね。あ、双子可愛い。ザタッチとかオスピーさんとかね。そう言われると考えちゃうじゃないかお前。
そう。だと俺三つ子がいいよ。あ、三つ子、俺600つ子欲しい。買えるかお前。おたまじゃくしか。何がだよ。手と足入ってきてるの。一番気持ち悪い時期じゃねえかそれで。お前一番気持ち悪い時期。やめてくれよそんなの。俺はでもね、一人でいいと思ってるんだ。あ、一人でいい。だってさ、あのアンさんだったらいいけどさ、ナンさんだったら体力的に俺持たねえと思うんだよ。埋めねえよ。じゃあおかかで。いや、おにぎりかお前は。誰が埋めねえよっつったんだよお前。埋むことできないよっつったんだよ。おかしいだろ会話の流れとして。お前は何を言ってんの。あ、そう。とにかく子供欲しいですよ。僕はね、最初に女の子で、うん、次が男の子、うん、よく言うじゃないですか。一姫二太郎三なすび初夢か。なすびいらねえんだよそれ。俺はでも一人で十分だね。あ、そう。男の子が欲しい。で、その子が大きくなって女になってほしい。特殊かお前。大変だぞ。そうなったら説明いろいろ親戚とかにしないけど。それは俺は回るよそれは。あ、そう、うん、まあまあね。あとあの名前なんか決めるの大変。名前俺も決めてるけどね。決めてんの。うん、男だったら毒マムシ。特殊かお前。三大湯にしとけせめてよお前。女だったらイボンヌ。特殊かって。だからイボンヌってどんな字書くんだよお前。胃袋のイって書いて、うん、イボンヌ。特殊かお前。読めるかそんな当て字。え、読めるわけねえだろお前は。いやでもいいですよ。でも赤ちゃんは可愛いからね。可愛いですよね。ほっぺがプニプニですからね。そう、あのプニプニのギューって泣かしたくなるんです。特殊かお前は。泣かそうとすんじゃないよお前、ね、あと赤ちゃんの足の裏がこちゃこちゃってると赤ちゃんがふーって笑うんですよ、ね、泣かしたいね。特殊かって。だからお前泣かすんじゃねえよ。あと赤ちゃんの手の中に指をキュッて入れるとキュッて握るんです。あー泣かしたい。特殊かお前はよ。ちっちゃい手で握るのが可愛らしいでしょ。俺だって握れるよ。いや当たり前だろそんなもん。何を対抗してんだ赤ちゃんに。お前は。俺だって握れるよギュッと。 みんな握れるわそんなもんお前は。俺もっと赤ちゃんだからね。みんなそうだよそれは。まだまだ若い赤ちゃんに負けないよ俺は。負けだよお前の、ね、何なんだよ。可愛いでしょ赤ちゃん。可愛いよ。だけど初めて喋ったりしたら感動するんだろうね。可愛いだろう ね。はい、パーパ言ってくな。パーパパーパ。水砂漠かお前。どこで教えてんだ俺よ。部屋の中で教えてるわちゃんと。はい、パーパ言ってくな。パーパパーパ。パパ喋っちゃったよお前。はっきりした。いやサンダーバードじゃねえかそれじゃよ。いや動かなくていいよお前。こんな気持ち悪い赤ちゃん嫌だろうがよおい。しかも清水明バージョンってなんだよそれ。いまいち分かんねえよそれ。もういいんだよ。やるノリノリでやんなくていいんだよ。パパじゃねえよ。普通の赤ちゃんやれよお前は。はい、パパだよ。パパパ言うてくれ。パってくれ。パパパパ、そうそうそう。パパパーフェクト。お前だよ。いきなりパーフェクトじゃねえか発音まで。女赤ちゃん嫌だわお前。何を言ってんですか。とにかく子育て大変だろうけどね。大変だろうけど、ちっちゃい頃はいいけどね、大きくなってきたら大変ですよ。いやそりゃそうです。思春期なんか迎えたら女の子は大変だよ。親父は心配しちゃうからね。そうですよね。男なんかと付き合いだして色気づいて、うん、色気づいてくるんですよ。大変ですよ。おい化粧濃すぎるだろう。うるさいわね。ほっときなさいよ。高校生が化粧なんて早いんだよ。みんなしてるわよそんなの。だからってお前自分の息子は化粧してると思ったら。特殊か俺。息子かい。え、女の子、女子高生。え、女子高生です。特殊かお前。何がだよ。こんな女子高生いるかお前。坊主頭でお前セーラー服着て女子高生ですって。いやいや、これは漫才気持ちが悪いよお前。設定だからしょうがねえだろ。リアリティがないお前。女子高生、俺が女子高生やる。お前だって短いじゃねえかよお前。橋田須賀子見て頭しやがってるんだもん。じゃあ俺橋田須賀子やるからお前えなり君。なんで渡る席にえなりいないんだよ。だってしょうがないじゃないか。お前がえなり君やっちゃってんじゃないか。10点のモノマネでよくできんなそんなもん。え、そんなんじゃないんですよ。まあ、女の子大変だけどね。心配ですけども ね。そうなん、男の子も大変ですよ。反抗期とか来たら口悪くなるんですよ。そりゃそうですよ ね。おいバベ、小遣い値上げするれ。なんて口聞くの。42にもなって。特殊か俺。なんで42で小遣いせびてんだお前は。15、6だよ。なんなの年数そのだらしない制服の着こなし。うっせえな。ズボン下げすぎじゃない。恥ずかしくないの。ティーバッグ丸見え。特殊か俺お前。なんでティーバッグ履いてんだこれ。母さんのティーバッグじゃない。特殊かお前も。ほらやっぱりうんこがついてる。いや汚いなお前。なんでうんこついてんだお前はよ。そんなんじゃないんですよ。とにかく暴れ出すんですよ。そう暴れ出したらもう母さんじゃ手に負えない。手に負えなくなりますからね。そうなってきたら親父が出てくるんですよ。親父が出てくるんですよ。クソババア、何部屋勝手に掃除してんだよ。おい母さんに向かってなんて口の利き方だ。そうよ年数謝りなさい。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。なんだその口の利き方。うるせえんだよ年数謝って。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。冗談じゃねえや。なんて口利くんだ年数。うるせえな。俺がなんで謝んないけど関係ねえだろうがよ。母さん大丈夫か。大丈夫だけどか。ややこしいわ。なんか何役やってんだ俺。これぐる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 役変えんなよお前。一個にまとめとけや。おじいちゃん黙ってて。あそうか。誰がじいさんだよ。じいさんやってねえよお前。戦争の厳しさ。いやさっきのじいさんはいいんだよ。何回出てくんだあのじじい。あんな悪いじじい。
いいんだよ、とにかくそれ暴れ出すんですけどね、暴れ出すんですよ。他にもね、やっぱり最近多いのはね、引きこもりですよね。あー、引きこもりはね、大変らしいですよ。部屋から出てこない。どうする、自分の子供が引きこもったりしたら。お前、いや、それはね、俺はすぐ引っ張り出す自信ありますよ。自信ある。じゃあちょっとやってみようか。ちょっとやってみようや。どんどん、おい、出てこい。やだ、ね、何やってんだ、出てきなさい。違う違う、やっと出てきたな。いや違う、話聞いてたよ。いや、話の中で何やってたんだ、部屋で。いや、何やってたんじゃなくて、こもりっぱなしで。いや違う、俺が親父でお前が息子やってっていう話だよね。何、意味わかんない。いや、意味わかんないじゃなくて、父さんは俺だろ。いや違う、一回頭おかしくなったのか。いや、頭じゃ、母さん病院に。いや、話を、親父に向かって電話したな。いや、親父だよ。違う、一回待て、一回役から出てこい。お前、一回出てこい、話になんねえから。どうして、出てこいっつうの。お前、役、またいや、もういいんだよ。役に引きこもれって言ってねえだろ、俺別に。いや、出てきてんじゃないよ、お前、すって。役に引きこもるんじゃないの。違うよ、俺が親父でお前が子供を引きこもりという。なるほどね。それを引っ張り出すから。あ、でも大変らしいよ、引きこもったらなかなか出てこないから。大丈夫、俺ハートで当たる。ハートで当たってよ、頼むわ。高博、出てきなさい。ダン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 。ガチャ、パパ。いや、出てくんじゃねえよ、お前。パパ。パパじゃねえよ、お前。パパ、いや、パパ大好きっ子じゃダメなんだよ、出てきたの。だから。いや、違うんだよ。やっと出てきたの、パパに会いたくて。引きこもりをやってって言ってるから。僕に引きこもれって言う。いや、そういうことじゃねえんだから。引きこもりの楽器をやれっつってんだろ、てめえ。てめえ。いや、てめえだ。出たよ、パパ。いや、違うんだよ。だから、パパ大好きっ子じゃなくて、引きこもってる子供を俺は引っ張り出すから。引きこもっとけ。どんどんどん、じゃあパパ出てくんな。いや、だから違う、だからひどいよ。や、僕はパパが好きなのに。だから役から引き、どうして暴力を振るうの、パパ。うるせーな、パパ。もう拉致は開かねえわ。違う、パパのことをあまり好きじゃない子供をやって。こんなに、だから出てこいて、パパ。あのパパ、お前パパしか言ってねえけど、俺いろいろな言葉言って疲れてんだ、俺。もうヘトヘトだ。お前はパーパーでいいかもしれないけど。いや、だから違うんだよ、パパ。いや、もういいよ、気持ち悪いな。もういい、サンダーバードじゃねえんだよ、こら。おい、なんでそれだけノリノリなんだ、お前よ。じゃあ、引きこもりの子供で俺が引っ張り出すから、ガチャガチャやらして。なるほど、分かった。疲れるわ、お前。どんどんどん、開けなさい、タカヒロ。ガチャガチャ、開けろ、ガチャガチャ、開けなさい。横かよ、お前、それよ。俺が恥ずかしいじゃねえか、まあ、横に引くドア、どうとかどうとって。なんだよ、やってんだ、お前。いつまでこんなこと続けんだ。飯も食わないで。ほら、母さんがお前の好物作ってくれたぞ。これは、豚の皮甘く煮たやつ。特殊か、お前。何言ってんだ、うちの家族よ、お前。なんだよ、お前。唐揚げがなんかでいいんだよ。どうしてこうなったんだ。学校でなんかあったのか。いじめられてんだ。いじめ、誰にだ。教頭先生。特殊か、お前。給食のおばさん。特殊かっつってんだよ。学校の近所のおじさん。特殊かも。学校関係者でもねえじゃねえか、お前。クラスメートにしとけ。クラスメートだよ。ああ、そうか。どんないじめされてんだ。上履きを隠されたのか。シークレットブーツにされた。特殊か、お前。どんないじめだよ、それよ。上司が見ている前でズボンを。これはひどい。裾上げされた。特殊か、お前。別にいいだろ、そんぐらい。クラスのマドンナに勝手にラブレターを出されて。なんだって。うまくいって2年間付き合わされた。特殊か、お前。恋のキューピッドじゃねえか、そうなったら、お前。俺のことが雑誌に6ページも載った。は？特集か。何が。いやいや、俺知らねえよ。しかもそれが全部墨で書かれてた。墨汁か。いや、だから何がって。今年で還暦60か。いい加減にしろ。どうも、お願いします。あけましておめでとうございます。ねえ、はい、ということでございましてね、ましおヒットパイ。最近この辺りじゃ靴が増えてるらしいからな、怪しいのを見つけたらどんどん捕まえるぞ。わかりやすい、わかりやすい。嘘、実際にいたんだこのタイプ。嘘だ。でキョロキョロしてるけど全然俺に気づいてねえし。何これ。おい、ちょっと君、止まりなさい。もっと強くお願いします。は？もっと強く言ってください。おい、止まれ。もっと。止まらんと撃つぞ。もっと。止まれ。もっと撃つぞ。あー、撃ってください。 M かよ、お前。なんだ、気持ち悪いな。なんなんだよ。止まれっつったらすぐ止まりなさいよ。じゃあこれ。いや、じゃあじゃないよ。何やってんだよ。止まれっつってんだろうが。何をやってんだ。最近はね、ここら辺で空き巣が増えてるんだよ。まさかお前、私のどこが空き巣なんですか。空き巣だろ、どうだって。逆に空き巣以外何に見えんだって話じゃねえか、これ。じゃねえよ。じゃあ聞くけども、なんだこの格好。答えなさい、答えなさい。23番、泥棒。仮装大賞か。
そのごまかし方。大体なんだその口の周りのヒゲ、お前典型的な泥棒ヒゲだろうが。これはあの罰ゲームで書かれたんですよ。羽つきか、お前ずいぶん正月遅えな、お前よ。本当は何なんだ。本当はサンタクロースです。もっと遅えじゃねえか、お前。ずいぶん前の話じゃねえか、そんなもん。いや、慌てん坊なんです。いや、もう今年の分配んの。はい、どんだけ慌ててんだよ、お前は。よくこんな格好でお前泥棒じゃないなんて言えんな。本当に違うんですよ。そんなことお前警察に通用すると思ってんのか。警察。いや、気づいてなかった。お誰だと思ったんだよ、この格好見て。ああじゃないよ。もういいよ、ちょっとね、身元確認するから名前教えて。名前は。ネーム。年齢は。オールド。仕事は。ビジネス。家族は。ファミリー。英語聞いてねえよ、お前。なんで俺がお前に英語聞かなきゃいけねえんだよ。年齢は。いくつに見えます。合コンか、お前。めんどくせんだよ。あんた俺が当てないといけないんだ。いくつだ。29です。29ね。嘘です。37です。なんでサバ読んだんだよ、お前。20代の方が受けがいいかなと思って。合コンかっつってんだよ。王様ゲーム。合コンかっつってんだよ。なんでお前と王様ゲームやんなきゃいけねえんだ。ノリ悪い。合コンかっつってんだよ。あんたノリって。あんたお前おかしなやつだな。ちょっとパトカー来い。お持ち帰り。なんでお持ち帰りだよ。死ねえよ、お持ち帰りなんか気持ち悪いな。あんなんだ。大体よ、お前こんな時間にこんな格好でお前、どこ行ってたんだ。家から出てきたとこです。じゃあこれからどこ行くんだ。自分家に帰るんです。もう泥棒じゃねえか、そんなもん。ただの泥棒だろ、お前。こんなでっかい風呂敷、ちょっと中身見せてみろ。やめてください。いいから見せてみろ。やめてください。いいから。やめてください。泥棒。お前誰か、そんなもん。誰が泥棒だよ、お前。なんだそんな見られたくねえな。だったら自分で言え。その中身何入ってんだ。夢です。かっこよくねえよ、全然。何かっこつけちゃってんだ、お前。ああ、もう裏ちゃん、やめてください、お前。いいから。僕の夢を奪う権利あなたにあるんですか。何が夢だ。僕の権利。いいから。なんだこれ。燃えないゴミですかね。うるせえよ。どこがゴミだこれの。お前が盗んだんだろうが。よし、証拠出てきたな。よし、連行だ。いや、連行なんか無理です。言ってねえよ、そんなこと。連行だって言ってんだよ。連行だったら天ぷらで。連行じゃねえよ、うるせえな。連行だって来い、お前やろ。なんだ急に、お前は。何がおかしいんだ。お前に、いや、貴様に私を逮捕することはできない。なんだと。国家権力って知ってますか。お前ら、いや、貴様ら現場の人間がどうあがいたって私を逮捕することはできないんだ。なぜなら、私の父はまさか警察庁の日本のトップに君臨する泥棒だからだ。家族ぐるみじゃないか。パパ、はい、します。ねえ、今年も残念で出させていただくということで、ね、いや嬉しいです本当にね。感謝しておりますけれども ね。まあでも2019年もあっという間にね、もう終わりですよ。終わりですね。早かったですね。来年は2020年。なんかやりたいことありますか。やっぱりね、お笑いだけじゃなくてね、いろんな仕事やっていきたいんですよ。あ、いいじゃないですか。役者とかもやってみたいね。いいね、役者。ドラマに出たいです。ドラマね。はい。何のドラマがいい。警察ものね。ああ、刑事ものね。ちっちゃい頃から見てきたからね。かっこいいね。いろんなシチュエーションがあるからね。そうそうそう。あの張り込みなんかいいじゃないの。張り込み。ね、犯人のアパートの前で何時間も張り込む、あれかっこいいね。お疲れ様です。お疲れ。星に動きはありましたか。なかなか尻尾荒らさんな。そうですか。長期戦になりそうですね。そういうこった。ま、一息つきましょうよ。おお、気が気じゃねえか。ちょうど腹減ってたんだ。コットンとメイク落とし。 OL か。まず俺メイク落としちゃってんだよ。え、一息つくんじゃないの。一息でメイクしてねえし、大体が。ああ、そうそう。腹減ってるから食い物出して。蒸し鶏のラビゴットソース、季節の彩り野菜を。フレンチか、おい。何コース料理食っちゃってんだここで。パパッと食えるもんだろ。ああ、ケフテですとメジメッキチョルバスです。これは何だ。トルコ料理です。いや、知らねえもん持ってくんじゃないよ。知ってる食べ物をよこせ。ゆで卵とバームクーヘンです。口パサパサになんね。水分全部持ってかれちゃうから。飲み物ちょうだい。カレーです。太ってんのか、おい。カレーを飲み物と捉えるのはデブだぞ、お前それ。いや違う、こういう状況で食うのあるだ、定番のあれ。ああ、パンと焼きそばです。挟んでこいよ、おい。焼きそばパンで持ってこい。ああ、何やってんだ。焼きそばパンと焼きそばで。かぶっちゃってんだよ。なんで焼きそばかぶって。食い合わせ大事だからね、ここ。スイカと天ぷらです。一番ダメなんだよ。一番お腹壊しちゃうから。いや違う、パンちょうだい。残パンです。なんで残パンだよ、俺。いや違う、あんパンと牛乳。あんパンと乳牛です。牛じゃねえかよ。
なんてうち邪魔でしょうがねえこんなやつ。いやいや俺張り込みのシーンあんま好きじゃなかったからね。何よそれ先言えや。じゃあ取り調べなんかいいじゃん、迫力あって。メス、オス、メス、オス、メス、オス、メス、メス、取り調べ。見たことあんのかおい。ひよこのオスメス調べる取り調べとめ刑事ドラマで見たこと。で全然分かってねえじゃねえかオスメス。難しいんだ。首ばっかかしげて。全然できてないねお前ね。俺はもっとね緊迫感のシーンが好きだったんですよ。何だから人質取って立てこもっての説得みたいなね。銀行強盗で。そう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 。あれ確かにいいねあれ。いいでしょ。うん、おい現場どうだ。はい。銀行に人質20人取って立てこもってます。20人が。人質の内訳は男性が8人、女性が7人、お年寄りと子供が2人ずつ。まずい。それとライガーです。なんでだよ。なんでライガーとか出す。ライガーがマスクをかぶったまま銀行に入ってお金を下ろそうと思ったら防犯ブザーをされたそうです。もうライガー犯人じゃないかそれよ。はい。愛じゃねえんだよ。打ちますか。打ちますかじゃねえんだよお前。ライガーとか出すのお前緊張感なくなるから。皆さんライガー知ってますよね。いや違う違う。なんで受けないんですかみたいな顔してる。一回も受けたことねえんだこのくだりは。お前がどうしてもライガー入れたいってくらい入れたけども、このざまだよお前。いや俺が滑ったみたい。お前が滑ったんだよ。ライガーだ。ライガーじゃねえよ。滑ったのはライガー。ライガーだって急に出されてビビってるよ多分お前。なんで俺の名前がってなってるよお前は。全然受けねえじゃん。いいんだいいんだ。受けたことがないんだから。ここはもうしょうがない、もう忘れる忘れるお前は。で犯人の特徴は何なんだ。赤い T シャツに下はすっぽんぽん、隣に小さなピンクの豚みたいなやつ。熊のプーさんだねそれ。なんでプーさんが現れてんだよ。撃ちますか。街に熊が出てきたんじゃねえんだぞお前は。犯人の特徴、見た目は子供なんですが頭脳は大人なんです。こんなんだね。こんなんですね。こんなんとは言ってねえよ。名探偵コナンだっつってんだ。いいんだアニメとかが。犯人の特徴、イタリア系アメリカ人ですね。外国人反応か。ヒゲにオーバーオール、右手にキノコを持ってます。スーパーマリオだねそれね。スーパーマリオ、左手には星を持ってます。スターマリオだ。無敵で触ったら振ったら、うるせえよお前。あれってゲームとかいらねえんだよ。ちゃんとした人間でやれお前。犯人の特徴はキリストのような見た目でヴェルディのユニフォームを着てます。ラモスだねそれね。前世紀のラモス。いいんだお前、日本人でやれよお前。ラモスは日本人ですよ。そうだけど。ラモスは誰よりも日本人です。分かったよ。日本のために帰化したんです。悪かったよお前。青い目の侍です。どんだけ好きだよラモスが。ラモスとライガーが好きです。なんでラモスとライガーが好きなの。もういいから、もういいよ。じゃあ犯人の要求は何なんだ。犯人の要求はでかいしゃもじを武器に隣の晩御飯を見せろと。ヨネスケかおい。ここを世界遺産にしろと。ユネスコ。サワホマレを中心としたイレブン。なでしこ。アミーゴ。メキシコ。さぬきうどん。シコシコ。わかんねえって。シコシコ。わかんねえってそれは。それはシコシコ。急に出てこないって。もういいよ俺直接犯人と喋るから。おい犯人今すぐ出てこい。明日で丸2年だぞ。何やってんだ俺ら。2年間もこんなやり取りしてんのかお前。じゃあいいよな、犯人のお母さん呼ぶ。あ泣き落としみたいな。犯人お前の母さんが来てくれたぞ。早く実施しろ。さもなきゃてめえの母さんぶっ殺す。おめえも犯人みたいじゃないかお前。いいから。目には目をです。おい犯人、お母さんが来てくれたぞ。お母さんお願いします。あんたバカなことやめて早く出てきな。そしたらうちのお父さんが出世できるんだよ。俺の母さんじゃねえかよ。久しぶりだね。久しぶりじゃねえんだよ。たまには顔見せるんだ。なんで俺の母さん来ちゃったんだよ。犯人の母さん。母さんお願いします。あんたどうしてそんなグレちまったんだい。クソ太郎。名前のせいだよ。なんでクソ太郎にしたんだよ。おじいちゃんからからし品文字をもらって。お前じいさんなんて名前だ。おいクソ吉です。どういう一族だよ。何クソ残しで来ちゃってんだよお前は。いいからちゃんとして。お母さんお願いします。あんた今日晩ご飯いんのかい。のんきだなお前。いかがするさあ入るんだ。よし今日からな、ここでしっかり反省するんだぞ。はい。ああ今日から夢の一人暮らしか。状況か。あこれつまらないもんなんですけど。状況かっつってんだよ。なんだこれお前、どっから持ってきたお前の。え反省してんのかお前。はいすいません監視さん。監視さんっていうのもなんか堅苦しいですね。カンちゃんって呼んでいいですか。いいわけねえだろ。いいわけねえだろお前は。自分の立場分かってるかお前は。はい囚人です。そうだよ。だからシューちゃんって呼んでください。分かってねえだろ。なんでお前をシューちゃんって呼ばなきゃいけねえんだ。俺がカンちゃん。カンちゃんって呼ぶな。なんだカンちゃんシューちゃんの中っておかしいだろうがお前は。ったく。でお前は何をやったんだ。何やって捕まったふうに見える。コンパかっつんだろ。なんで俺で当てなきゃいけねえんだよ。巻き巣やってんじゃねえか。今となってなんであんなことしたんだって。あの時別の家に入ってればって。反省してねえだろお前。全然反省してねえなお前。だけんじゃないよ。しっかり反省するんだよ。ここでしっかり反省して罪を償って一刻も早くここを出るんだ。お前のおふくろさんも悲しんでるぞ。おふくろ。おふくろさんはどこ住んでんだ。三つ隣の牢屋です。親子でか。何してんだおめえんとこや。
遺伝です。遺伝じゃねえだろうが、どんな DNA だったく。彼氏さん、なんだよ。手紙が書きたいんだ。手紙が書きたい？何急にタメ口になってんだ、軽くお前この野郎。手紙書きたいのか。よし、じゃあほら紙とな、ペンやるから、今のな、この反省した気持ちをしっかり書け。それ出しといてやるからな。あの、俺文才がないからチェックしてもらっていいかな。うん、どれどれ。なになに、今年こそは任天堂 DS ください、サンタさん。子供かお前。何書いてんだこれ。毎年書いてるけど音沙汰がねえんだ。当たり前だろうがお前、音沙汰なんかあるかお前みたいなもんに。言ってんだお前、返せよこの野郎。お前どこのこと書かねえんだよ。だからお前一人に構ってる時間ねえんだ。いや、カンちゃん待ってくれよ。なカンちゃんって呼ぶなよお前。書くから普通になってきたな。一つ聞きたいことがあるんだ。隣の牢屋のやつは一体どんなやつなんだ。隣のやつはオレオレ詐欺だよ。え、お年寄りから金を奪ってたって最低のやつだ。物騒な世の中だな。お前が言うんじゃねえよ。おめえも空き地なんだよこの野郎。忘れんな自分の立場。ったく、もう昼飯だからじっとしとけよ。あ、だったらなんか買ってくるよ。あ、じゃあ焼きそばパンでいいかな。焼きそばなら分かった。行かせねえよバカ。イカ使うなよその流れで。何の流れ逃げてんだお前。じっとしとけよ。ふざけた野郎だ。あー、ちょっと退屈だから本でも読むか。おお、読書か。それは関心関心。読書が趣味なんです。ああそうか、近い将来のために勉強してるんです。で何読んでんだ。プリズンブレイクです。脱走すんだろお前。お前脱走する気だろてめえこの野郎。どうしてる。分かるわそんなもん読んでたらこの野郎。ふざけた野郎だなお前は。なんだあったく。そこに早く置いて出てってくれ。なんだ急に焦り出してお前。こんなことバレたら一大事だ。今なんつった今。おい、いやいやいや、早く出てくる。お前なんかしようとして。早く出てくんだ。なんだお前言え。何も隠してない。何を隠したに言え。大便がしたいんだ。トイレかよお前。紛らわしいんだよお前。さっさと釣れよそんなもん。ダメだ、そんなとこでしたらみんなにいじめられる。小学校かお前。こんな誰もいねえんだからしろよ早くお前は。バカだな。痛い痛い痛い。ほらお前我慢してるからだろお前。何やって、ちょっと見せてみろお前。おっ、動くんじゃないぞ。何してんだお前。自分がやってること分かってんのかお前。落ち着け。動くなよ。これ以上罪を重ねてどうするお前。うるせえ、おとなしくしろ。なんだ今から俺の言う条件を飲んでもらう。条件なんだ。金か、逃走用の車か。そんなんじゃねえ。なんだ今から言う条件飲んでもらうぞ。分かったよ。耳の穴かっぽじてよく聞きやがれ、その食事の入ってるピーマンを抜け。子供か。続いてはタカトシの最強コントが炸裂する。私もこの会社の社長になって早5年か。我が社もだいぶ軌道に乗ってきたし、まあまあこれから頑張っていかないといけないな。そういや今日は新しい秘書が来るんだったな。うんうんうん。失礼します。お、来たかな。はじめまして社長、今日からお世話になります、鈴木です。よろしくお願いします。ああ、君が鈴木くんか。よろしく頼むよ。なあ、社長のために頑張りたいと思います。欧米か。欧米までつけることはないんだよ、お前。握手ぐらいでいいだろうが。そうか、鈴木くんか。鈴木くんは今いくつだ。いくつに見えます、社長。ホステスか。で、早速なんだけど、今日の私のスケジュールはどうなってるかな。スケジュールですか。少々お待ちくださいませ。今日のスケジュールはですね、11時から雑誌、テレビのインタビューが30本。インタビュー？その後舞台挨拶です。ハリウッドスターか。すいません、俺のスケジュールを言えよ。あの、今日から一緒に来たもので、明日からのスケジュールしか把握しておりません。参ったなぁ。じゃあちなみに明日はどうなってんだ。はい、明日は朝7時から刀狩り。秀吉か。その後黒船で裏側に向かってもらいます。フェリーか。午後からは必ず美容室に行っていただきます。美容室？はい、てっぺんをハゲにしてキリスト教を広めてもらいます。ザビエルか。こうやって。いや、ザビエルかって思うよ。こんなことやんなきゃいけないんだ私が。もういいよスケジュールは。申し訳ございません。じゃあとりあえず今日はこの後どうすればいいんだ。書類が結構溜まっておりますので、こちらの書類の方に目を通していただきたいと思います。なるほどな、はい、はいはいはい。じゃあちょっと目眼鏡。あ、はい、こちらです。はい、どうぞ。な、はい、うわー飛び出てみる。 3D か。なんでこんな懐かしいメガネを持ってんだお前が。普通のよこせ普通の。お前のじゃないよ。違うだろうが。俺のよこせよったく。よし、ね、あ、あと社長、こちらの書類の方にちょっと判子をしていただきたいんですけども、よろしいでしょうか。すいません、はいはいはい、ここなんですけれども、はい、ここに。お、なんだモグラ叩きか。押させろよ。欲しいんだろ。はい、欲しいです。ここがお前。そんな紙切れ一枚で夫婦から他人になるの。離婚か。なんで俺が離婚届の判を押さなきゃいけないんだ。何を言ってんだお前は。判子お願いします。はい、はい、ほら押したよ。
あと社長、お手紙が届いていました。ああそう、どれ読まずに食べますか。白焼きさんか。なんで食べたんだ人の手紙を。お前ちょっと集中できんわ仕事に。ちょお前座っとけ。はいな、はい、初日で緊張してるかなんか知らんけども、はい、ちょっとじっとしとけよお前。はい、ブーブー、うわ鼻水真っ黒だ。やっぱ東京って空気悪いんだな。家かお前どんだけ嫌い。社長、あんま大きい声出さないでよ。隣大家なんだよ。賃貸か。なんで大家がいるんだよ。ここは社長室だよ。お前なじっとも知られないのか。じゃあもういいよ、 お茶を入れろ、お茶を。はいはい、年寄りが働けばいいんでしょ。鬼嫁姑か。誰が鬼嫁だこれ。入れてこいや早く、はい、お茶をこれ。なんだお前、えらいの来たな。まったく、うらさって入れろお前。社長、お茶が入りました。うん、はい、だから、うん、熱いので気をつけて。あーあーだー、あれ熱くない。え、なになになに、え、なにてってれカメラあそこ。え、大成功。ドッキリか。なんでこんなもん持ってんだお前がよ。え、仕事できないくせにこんな。はい、もしもし。はいはい、あーその件ですか。その件なんとかならないでしょうか。どうした、誰だ。フロントからです。お時間10分前、延長しますか。カラオケか。なんで延長しなきゃいけないんだよ。はいはい、明日ですか。大丈夫です。いいとも。いいともかって。なんで電話来てんの。いいところから。トラブルから。トラブルって知れへんかお前。違います、あの取引先です。取引先、はい、変われよお前は。社長、できるだけ話を伸ばしてください、うん、1分あれば逆算値できます。誘拐かって。取引先だ。あーどうも、私です。あーあー、あの商品ですね。用意はできてますんで、後ほどお伺いします。はい、失礼します。あの例の商品用意できてんだ。はい、できてます、うん、じゃあ出かけよう。待ってください、犯人の要求を飲むんですか。誘拐かって。だから取引先行くんだよお前は。上着を取れ、上着は。まったく何をしてんだ、はい、今日はな、きっちり行かないといけないからな、うん、これでな、うん、よし。バカンスか。なんでこんな礼儀でこんな無用気な社長いるか。お前はちゃんとやれよお前。そうそうだろうがお前。よしよし、おめでとう。還暦か。なんで俺が赤い団長こっち行くんだよ。取引時間がないんだよ。待たしてんだよお前。スーツの上を取れよ早く、はい、時間がないだろうがお前は。よし来い。容疑者か。かぶせるな。来てろ。今日どのようにしますか。美容師か。買い上げちゃいますか。美容師かって。買えるとこないですか。美容師かって。私の父は癌で亡くなったんです。病死か。お前チワワか。何が食うで。チワワじゃねえか。首縛り首だ。お代官か。チワワか。お前本当首だよ。なんでお前今回も社長なんても叩き上がって。ちょっと待ってください。そうなんじゃねえ。緊張してテンパっただけなんです。すいません、緊張から来たものなんです。これは緊張してたか。緊張したんです。すいません、許してください。この通りです。許してください。はい、許してください。次やったら首だからなお前。はい、まあ今日は初日に免じて許してやるよ。本当ですか。ああ、はあ、びっくりした。ドッキリか。首はい、はい、ということでね、UM1 ね、勝手に今、本当ですよ、決勝でございますよ、決勝ということでね、もう頑張っていただきましょう、頑張っていただきましょう、張り切って、そうですね、まあでもね、僕らもいい年でございますから、いい年ですよ、ね、子供なんか欲しいなと思います、あ、子供最近見たらもう可愛くてしょうがないね、ね、双子可愛いよね、あ、双子可愛い、ザタッチとかオスピーさんとかね、そう言われると考えちゃうじゃないか、お前、だと俺三つ子がいいよ、あ、三つ子、俺600つ子欲しい、買えるか、お前、おたまジャックしか、何がだよ、手と足入ってきてるの、一番気持ち悪い時期じゃねえか、それでお前、一番気持ち悪い時期、やめてくれよ、そんなの、俺はでもね、一人でいいと思ってるんで、だってさ、あの、アンさんだったらいいけどさ、ナンさんだったら体力的に俺持たねえと思うんだよ。埋めねえよ。じゃあおかかで。いや、おにぎりかお前は。誰が埋めねえよって言ったんだよお前。埋むことできないよって言ったんだよ。おかしいだろ、会話の流れとしてお前は。何を言ってんの。あ、そう。とにかく子供欲しいですよ。子供どんな感じ。僕はね、最初に女の子で、うん、次が男の子、うん、よく言うじゃないですか、一姫二太郎三ナスビ初夢か。ナスビいらねえんだよそれ。俺はでも一人で十分だね。あ、そう。男の子が欲しい。おで、その子が大きくなって女になってほしい。特殊かお前。大変だぞ。そうなったら説明いろいろ親戚とかにしないけど。それは俺は回るよそれは。あ、そう、うん、まあまあね。あとあの名前なんか決めるの大変だよ。名前俺も決めてるけどね。決めてんの。うん、男だったらドクマムシ。特殊かお前。三大湯にしとけせめてお前。女だったらイボンヌ。特殊かって。だからイボンヌってどんな字書くんだよお前。胃袋のイって書いて、うん、イボンヌ。特殊かお前。読めるかそんな当て字。え、読めなくねえだろうお前は。いやでもいいですよ。でも赤ちゃんは可愛いからね。可愛いですよね。ほっぺがプニプニですからね。そう、あのプニプニのギューって泣かしたくなる。特殊かお前は。泣かそうとするんじゃないよお前、ね、あと赤ちゃんの足の裏こちょこちょってると赤ちゃんがふーって笑うんですよ、ね、泣かしたいね。特殊かってだからお前。泣かすんじゃねえよ。あと赤ちゃんの手の中に指をキュッて入れるとキュッて握るんです。あー泣かしたい。特殊かお前はよ。ちっちゃい手で握るのが可愛らしいでしょ。俺だって握れるよ。いや当たり前だろそんなもん。
何を対抗してんだ赤ちゃんに。お前は俺だって握れるよギュッと。 みんな握れるわそんなもん。お前は俺もっと赤ちゃんだからね。みんなそうだよそれは。まだまだ若い赤ちゃんに負けないよ俺は。負けだよお前の、何なんだよ。可愛いでしょ赤ちゃん。可愛いよ。だけど初めて喋ったりしたら感動するんだろうね。可愛いだろう ね。はい、パーパ言ってくな。パーパパーパ。水砂漠かお前。どこで教えてんだ俺よ。部屋の中で教えてるわちゃんと。はい、パーパ言ってくな。パーパパーパ。パパ喋っちゃったよお前。はっきりしちゃ、いやサンダーバードじゃねえかそれじゃよ。いや動かなくていいよお前。こんな気持ち悪い赤ちゃん嫌だろうがよおい。しかも清水明バージョンってなんだよそれ。いまいち分かんねえよそれ。もういいんだよ、やるノリノリでやんなくていいんだよ。パパじゃねえよ。普通の赤ちゃんやれよお前は。はい、パパだよ。パパパ言うてくれ。パってくれ。パパパパ、そうそうそう、パパパーフェクト。お前だよ。いきなりパーフェクトじゃねえか発音まで。女赤ちゃん嫌だわお前。何を言ってんですか。とにかく子育て大変だろうけどね。大変だろうけど、ちっちゃい頃はいいけどね、大きくなってきたら大変ですよ。いやそりゃそうです。思春期なんか迎えたら女の子は大変だよ。親父は心配しちゃうから、ね、そうですよね。男なんかと付き合いだして色気づいたら、うん、色気づいてくるんですよ。大変ですよ。おい化粧濃すぎるだろう。うるさいわね、ほっときなさいよ。高校生が化粧なんて早いんだよ。みんなしてるわよそんなの。だからってお前自分の息子は化粧してると思ったら特殊か俺。息子かい。え女の子、女子高生。え女子高生です。特殊かお前。何がだよ。こんな女子高生いるかお前。坊主頭でお前セーラー服着て女子高生ですって。いやいやこれは漫才。気持ちが悪いよお前。設定だからしょうがねえだろ。リアリティがないお前。女子高生、俺が女子高生やで。お前だって短いじゃねえかよお前。橋田須賀子見て頭しやがってるんだもん。じゃあ俺橋田須賀子やるからお前えなり君。なんて渡る席にやんなきゃいけないんだよ。だってしょうがないじゃないか。お前がえなり君やっちゃってんじゃねえか。10点のモノマネでよくできんなそんなもん。えそんなんじゃないんですよ、まあ、女の子大変だけどね。心配ですけども ね。そんな男の子も大変ですよ。反抗期とか来たら口悪くなるんですよ。そりゃそうですよ ね。おいババ小遣い値上げするれ。なんて口聞くの42にもなって。特殊か俺。なんで42で小遣いせびてんだお前は。15、6だよ。なんなの年数そのだらしない制服の着こなし。うるせえな。ズボン下げすぎじゃない。なんだ恥ずかしくないの。ティーバッグ丸見え。特殊か俺お前。なんでティーバッグ履いてんだこれ。母さんのティーバッグじゃない。特殊かお前も。ほらやっぱりうんこがついてる。いや汚いなお前。なんでうんこついてんだお前はよ。そんなんじゃないんですよ。とにかく暴れ出すんですよ。そう暴れ出したらもう母さんじゃ手に負えない。手に負えなくなりますからね。そうなってきたら親父が出てくるんですよ。親父が出てくるんですよ。クソババア何部屋勝手に掃除してんだよ。おい母さんに向かってなんて口の利き方だ。そうよ年数謝りなさい。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。なんだその口の利き方。うるせえんだよ年数謝って。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。冗談じゃねえや。なんて口聞くんだ年数。うるせえな。俺がなんで謝んなきゃ関係ねえだろうがよ。母さん大丈夫か。大丈夫だけどでもややこしいわ。なんか何役やってんだ俺。これぐる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 役変えんなよお前。一個にまとめとけや。おじいちゃん黙ってて。あそうか。誰がじいさんだよ。じいさんやってねえよお前。戦争の厳しさ。いやさっきのじいさんはいいんだよ。何回出てくんだあのじじい。あんな悪いじじい。いいんだよ。とにかくそういう暴れ出すんですけどね、うん、暴れ出すんですよ。他にもねやっぱり最近多いのはね、うん、引きこもりですよね。あー引きこもりはね大変らしいですよ。部屋から出てこない。どうする自分の子供が引きこもったりしたらお前。いやそれはね俺はすぐ引っ張り出す自信ありますよ。自信ある。じゃあちょっとやってみようか。ちょっとやってみようや。どんどんおい出てこい。やだ、ね、何やってんだ。出てきなさい。違う違う。やっと出てきたな。いや違う話聞いてたよ。いや話の中何やってたんだ部屋で。いや何やってたんじゃなくてこもりっぱなしで。いや違う俺が親父でお前が息子やってっていう話だよね。何意味わかんない。いや意味わかんないじゃなくて父さんは俺だろ。いや違う一回頭おかしくなったのか。いや頭母さん病院に行け。話を親父に向かって電話したな。いや親父に言えんだよ。一回待て。一回役から出てこいお前。一回出てこい。話になんねえから。どうして出てこいっつうのお前。役またいやもういいんだよ。役に引きこもれって言ってねえだろ俺別に。いや出てきてんじゃないよお前すって。役に引きこもるんじゃないの。違うよ俺が親父でお前が子供を引きこもりという。なるほどね。それを引っ張り出すから。あでも大変らしいよ引きこもったらなかなか出てこないから。大丈夫俺ハートで当たって。ハートで当たってよ。ああ頼むわ。高博出てきなさい。ダン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 。ガチャパパ。いや出てくんじゃねえよお前。パパパパじゃねえよお前。パパ遊ぼう。いやパパ大好きっ子じゃダメなんだよ。パパ出てきたの。いや違うんだよ。やっと出てきたの。パパに会いたくて引きこもりをやってって言ってるから僕に引きこもれって言う。いやそういうことじゃねえんだから引きこもりの楽器をやれっつってんだろてめえ。てめえいやてめえだ。痛いよパパ。いや違うんだ。だからパパ大好きっ子じゃなくて引きこもってる子供を俺は引っ張り出すから引きこもっとけ。どん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 パパ出てくんな。いやだから違う。だからひどいよ。僕はパパが好きなのに。だから役から引きどうして暴力を振るうのパパ。うるせえな。あパパもう
拉致は分かんねえわ。違う、パパのことをあまり好きじゃない子供をやって、こんなだから出てこいてパパ、あのパパ、お前パパしか言ってねえけど、俺いろいろな言葉言って疲れてんだ。俺もうヘトヘトだ。お前はパパでいいかもしれねえけど、いやだから違うんだよパパ。いやもういいよ、気持ち悪いな。もういい、サンダーバードじゃねえんだよこら。おい、なんでそれだけノリノリなんだお前よ。じゃあ引きこもりの子供で俺が引っ張り出すから、ガチャガチャやらして。なるほど、分かった。疲れるわお前。どんどんどん開けなさい、高広、ガチャガチャ開けろ、ガチャガチャ開けなさい。横かよお前それよ。俺が恥ずかしいじゃねえか、横に引くドア、どう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 って。なんだよやってんだお前、いつまでこんなこと続けんだ。飯も食わないで、ほら母さんがお前の好物作ってくれたぞ。これは豚の顔甘く煮たやつ。特殊かお前。何言ってんだうちの家族よお前。だよお前、唐揚げがなんかでいいんだよ。どうしてこうなったんだ。学校で何かあったのか。いじめられてんだ。いじめ、誰んだ。教頭先生。特殊かお前。給食のおばさん。特殊かっつってんだよ。学校の近所のおじさん。特殊かもう。学校関係者でもねえじゃねえかお前。クラスメートにしとけ。クラスメートだよ。ああそうか、どんないじめされてんだ。上履きを隠されたのか。シークレットブーツにされた。特殊かお前。どんないじめだよそれよ。上司が見ている前でズボンを。これはひどい。裾上げされた。特殊かお前。別にいいだろそんぐらい。クラスのマドンナに勝手にラブレターを出されて。なんだって。うまくいって2年間付き合わされた。特殊かお前。恋のキューピッドじゃねえかそうなったらお前。俺のことが雑誌に6ページも載った。は特殊か。何が。いやいや俺知らねえよ。しかもそれが全部墨で書かれてた。墨汁か。いやだから何がって。今年で還暦60か。いい加減にしろ。どうも。それにしてもあいつ遅えな。たかが近所に電話行くのにどんなにかかってんだあいつ。すいません。お前ね、すいません、遅いよお前。すいません。何やってたんだよ。いやなかなかタクシー捕まんなくて。何タクシー使ってんだよお前。何タクシー使ってんだよ。出前なんか自転車で行けバカ野郎。すいませんでした、エグゼクティブマネージャー。誰がエグゼクティブマネージャーだよ。バカかお前。寿司屋なんだから大将だろ。裸の誰が山下清だよ。誰が山下清だお前は。だっておにぎり握ってるじゃん。おにぎりじゃねえよお前。これおにぎりじゃないですか。寿司握ってんだろ。寿司ですかそれ。お前寿司職人になりてんだろお前。しっかりしろやったけよお前。それより大将。なんだよ。そろそろ俺にも寿司握らせてくださいよ。何言ってんだお前。10年早いよ。おめえはな、寿司握る前に覚えなきゃいけないこと山ほどあんだろうが。全部覚えましたよ。ほう言うじゃねえかお前。本当に覚えたんだな。覚えてます。ああ、じゃあ俺が今からいろいろ試してやっから。はい。あ、じゃあまずこれ包丁研げな。はい。包丁ってのはこれ職人の命だから、ちょっと研いでみろ。わかりました。ひひひ、今日は息のいい若いのが入って。鬼ババかお前。ひひひじゃねえよお前。何してんだよ、怖えんだよおめえよ。全然できてねえじゃねえか、もういいや。おい、じゃあシャリだ、シャリ。シャリってのはな、寿司の基本だからな、これがうまくなきゃもう全然話になんねえから。よし、ちょっとお前シャリ握ってみろ。握れんだな。ちょっと代わりって取ってきます。砂利じゃねえよお前。砂利握ってどうしようってんだてめえこの野郎。泥団子でも作んのか。ガウだろうがお前。もういいよ、俺がやるから見とけよお前。こうやってさっつっておっ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 、こんなもんだお前。軽く握んだ、強く握っちゃダメなんだシャリってのはな。軽くですね。軽く、ちょっと握ってみろ。はい、よっお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 っ、握りっぺじゃねえよお前。せえだよおめえよ。軽くにやりますよ。軽くやったってなんだてめえ。匂い軽くします。匂い軽くとか、あげあげの言ってんじゃねえよおめえは。寿司を握れっつってんだよお前。まずお稲荷さん握ってみろ。はい。おっ、何やってんだてめえ。誰がお稲荷さん握ってんだてめえ。え、ちっちゃかったやがわしやこれ。2人前やるねそんなもんは。2人前やがわしやお前。余計なこと言ってんじゃねえよお前。お稲荷さんを握れっつってんだろ。俺はね、お稲荷なんか握りたくないんですよ。なんだと。やっぱね、主役の魚さばきたいんですよ。おお、言うじゃねえかお前。口だけは一枚だな。おい、じゃあそこの魚さばいてみろお前。いやー、ぬるぬるしてる。女子か。あー、ちょっと動いた。女子かっつってんの。水仕事で手が荒れちゃう。女子かっておめえ、やる気あんのかお前。早くさばけやそれ。俺はね、こんな魚さばきたくないんですよ。なんだと。やっぱ旬のネタさばきたいんですよ。旬のネタ、マグロなんだ。マグロな。マグロは切れません。なんでだよ。拙者の刀は人を切るためにある。侍か。人の体ではなく心を切るんだ。侍か。死ねえ。侍か。危ねえなてめえ。殺す気か。何なりか。殺す気かお前。何言ってんだお前。今言ったじゃん。なんで俺はこのタイミングで殺す気かって言わなきゃいけねえんだお前。やわけわかんない言ってんじゃん。もう全然ダメだお前。お前なんか寿司握ってもお前話になんねえから。
まずな、接客から覚える、接客。はい。お客さんあってのもんだから我々はな、はい、よし、じゃあな、あの寿司握るときはな、変を待ち、これが一番大事だからな。なるほど。ここをポイントバシッて言うと分かりました。はい、俺客やるからちょっとお前やってみろ。はい、うん、よいしょい。じゃあね大将、アジ握って、へいへい、ハマチ。お待ちだよお前は。アジ握っててハマチでややこしいだろうがな、これ。お待ちだよ。へい、おだちん。子供か俺は。お前なんでおだちんもらわないけん。お待ち。はい、気持ち。なんでだよお前、気持ちがいいから握れや。手握って出すんだてめえ。やめろよ、いなり握れんだとね。あら、全然できてねえじゃねえかお前。話になんねえんだよお前。あ、勢いタコ入ってきた。誰がだよ。誰がタコ。ダメだお前、全然できねえ。お前なんか握るの話になんねえお前。もうダメだ、出前行ってこいお前。出前、まだ出前しかできねえんだお前は。はい、急いでこいよお前。はい、タクシー使うなよ。やろ、あいつ想像以上に何もできねえな、あいつだけは。やったく、はぁ、あ、行ってきました。随分早いな今度は。ああ、なんかお前に怒ったら腹減ってきたな。飯でもしようか。いや俺はいいっす。お前出前食ったろ。はい、クビだ。このデパート初めて来たけど結構広いんだな。完全迷っちゃったな。あ、インフォメーションがある。すいません、あのちょっとお聞きしたいんですけど、090-23。携帯番号じゃねえ。なんでナンバー見てになっちゃってんだよ。簡単に押しすぎでしょあんたも。ほいで、いやいや、場所を聞きたいんですけど。それでしたらそこの大通りをまっすぐ行って右に曲がるとお寺です。誰が坊さんだよ。いや、お寺行きたいわけじゃないんですよ。売り場をねちょっと教えてほしいんですけど、ちょっといろいろなんか買わなきゃいけないんでね。あの家財道具なん、ちょっと人の話聞いてんすか。知らないおじさんと喋るなって言われてる。子供か。誰がおじさんだよ。売り場を教えてよ。ちょっとバリカンコーナー地下1階です。バリカンなんか言ってねえだろうねよ。何見た目で判断してんだよ。違う、ギフト売り、ギフト売り場、ギフト売り場知ってます。ギフト売り場、はいはい。あー、お気遣いなく。お前にじゃねえよ別に。なんであんたに買ってやんねえ。いけない。じゃあ引っ越してね、いろいろご近所に配んなきゃいけないんですよ。だからそのギフトをね、いろいろちょっと買おうかな。それでしたら各売り場おかけしますので、まとめていってください。ほんと、それ助かる、はい。ちょっとね、いろいろ買わなきゃいけないんですよ、はい。あのベッドってどこに売ってます。セクハラですよ、いきなりベッドに誘うなんて。誘ってねえよ別に。買いたいのベッド。ベッドですか。はい。あとね、他はあの家電はどこに売ってますかね。それでしたら一旦外に出ていただいて、向かいがビッグカメラとなっております。他の店教えんなよ。他の店教えてどうすんだよ。何やって。他はあと、あ、おもちゃ売り場って何階ですか。子供用ですか、大人用ですか。子供用に決まってんだろ。何言ってんだお前。子供用。はい。何だお前。他はあとね、あ、スーツ欲しいんだ、あの紳士服売り場ってどこですか。あ、それでしたらきび団子くれたらお供します。桃太郎か。私の背中に乗ってください。浦島太郎か。その前に熊と相撲を取りましょう。金太郎勝つんだよ。何言ってんだこいつ。バカなお前。妻は博多真由子です。は、博士太郎か。何が、てめえ何客の頭叩いてんだこの野郎。お前ふざけんじゃねえぞお前。責任者やべってめえこの野郎お前。言ってえな。そんなことしたらちょっとトイレ行きたくなったわ。ちょっとトイレ教えて。どこ。あ、大ですか小ですか。なんでそんなこと言って聞かなきゃいけねえんだよお前。もしかして中。なんだ中ってよお前。トイレって中ってなんだそれ。教えろよ早く。 あちらになってもらって。あ、向こう、はい、うわやばい、財布落としちゃったんですけど。え、あ、お財布売り場7階です。いやそういうことじゃねえよ。届け来てないですか。あ、お財布ですか。はい、こちらのお財布でしょうか。いやそれじゃないですね。じゃあこれですか。いやそれでもない。じゃあこれですか。マトリョーシカかお前。なんだ次々よ。これじゃない。これじゃないっすよ。じゃあ届いてませんね。あと、はい、あの車のキーも一緒に落としちゃったんですけど届いてないですか。そちら届いておりますよ。本当、はい、よかった。おめでとうございます。 MVP か。なんだこれお前。こんなもんってあるかお前。もういいわ、一緒に来た友達に探してもらうから。ちょっと呼び出しかけてくれる。はい、かしこまりました。犬とキジと桃太郎さん、お友達がはぐれてる。誰が詐欺だよ。暗い話題がね、いろいろ多いなと思いましたけどね。まあ確かにね、だからそんな時こそね、うん、人と人の助け合いっていうのは大事だと思うんだけど。まあ確かにね、こういう人助けとかしてますか、あなたそういうの。全然やってません。やってねえだろうな、まあ、でもやりたいって気持ちはあるんですよ。気持ちはあるんだけどね、どうやっていいか分かんない。いやまあ結構ありますよ、チャンスなんか。そう、例えば満員電車乗っててね、おじいさんが乗ってきたら、おじいさんにこう席を確保して、どうぞこちら座ってくださいみたいな。これだけでも。それでもいいの。全然いいじゃん。じゃあできますよ。じゃあちょっとやってみましょう。うんうん。まあでも僕はバスの方が多いんだよ。俺よ。俺もやってんだよ。いつまで喋っ、俺じいさんで入ってきてんの、いつまで喋ってんだお前。何年漫才師やってんだお前。おじいさんすいません、今おじいさんじゃねえよ。今は年として怒ってんだよ。おじいさんじゃないと今は。俺は今年で怒ってんの。おじいさんで入ってくるから対応してって言ってんの。そういうこと。頼むよ。プシュッ
なんで降りちゃうんだよ。ついたんだよ。いや、ついたってなんだから。ついたのに残らなきゃいけないの。違う違う違う。お前が人助けしたいんだよ。降りちゃダメだよ。降りちゃダメ。俺一人で人生で何やってるんだよ、こっからは。お前は対応してよ、そこは。あどうぞどうぞ。いやいやどうぞ。すいませんよ。もうどっちもおじいさんじゃねえかよ。どっちもおじいさんじゃねえかよ。いやいいだろ。お前が座っちゃってんじゃねえかよ。おじいさん同士の助け合いみたいなの。違う、今のお前でいいんだ。俺はこのままでいいの。話しかけろおじいさんに早く。おじいさんどこに行くの。あ巣鴨じゃ。マジで俺も巣鴨行くとこだったんだよ。そうですか。あれおばあさんは3年前に死んだんじゃ。マジでフリーなんだ。 LINE 教えてよ。ナンパしてんのか。おいおじいさんナンパしてんのか。降りてんじゃねえよ急に。いやいや気まずいだろ。気まずいじゃねえよ。ちょっとあの変われ。お前おじいさんやね。俺がこういう風にやるよってのは日本を見せて。ちょっと見せてよ。やってこいよちょっと、うん、あおじいさんが乗ってきた。おじいさんどちらまで行かれるんですか。に兄さん弟。いやどういう展開だよ。急にドラマチック。降りてんじゃねえよじいさん。何ドラマチックな展開にしようとしてんの。行き別れた設定とかいらねえから。いらない戻れもう。あおじいさんだ。おじいさんどちらまで行かれるんですか。わしが見えるのか。死んでんのかよ。幽霊見えちゃってんのか俺よ。降りてんじゃねえよいちいち。で幽霊なら悪魔にスーッと飛び抜けろ。やらなくていいんだ今。別にやらなくていいっち。何の練習だ。どこで使うんだそれ。戻れもっかよお前。幽霊で戻んなおい。プシューで入ってこい早く。あおじいさんロボットじゃねえかよ。ウィンウィンパカボン。気づかないで見せるタイプ。古いタイプだなお前は。もういいからもう話聞いてよおじいさんに質問するから。おじいさんどちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。えヘッドホンしてんのかい。何聞いてんだおじいさんがよ。おい豚の鳴き声じゃん。本当に何聞いてんだおい。癒されるんじゃん。いやイルカとかだろ癒されるんだ。変なの聞かなくていいから話を聞け。おじいさんどちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。えイヤホンもしてんのかい。何聞いてんだ今度おい。嵐じゃん。嵐って若いの聞いてんだ随分おい。風の音が好きで。本当に嵐の音聞いてんの。癒されるんじゃん。癒されるかな。不安になるわあんな音聞いたら。話を聞けよおじいさん。おじいさんどちらまで行かれるんですか。あ病院じゃよ。あ病院。どっかお体悪いんですか。いや孫の見舞いじゃん。あらお気の毒に。お孫さんおいくつなんですか。82。言ってんなおい。あんたいくつだよおい。156。いや化け物じゃねえか156ってよ。握力。あ握力か、うん、いやそれも化け物だけどね。右だけ。いや左どうなってんだおい。左は3。どういう鍛え方したんだそれ。何が面白いんだ。降りてんじゃねえよおい。なんで降りんだここでじいさん。このネタの終点じゃ。明けましておめでとうございます、ねはい、ということでございましてね、爆笑ヒットパレードトップを飾らせていただきました、ね、トップバッターですか。頑張ってやっていきましょう、本当2014になりましたけども始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか、はい、いい年でしたよ。先ほどのね先ほども言ってもらいました。先ほども言っていただきましたよね、はい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 、子供生まれましたから、はいはい、2人とも。そうですね、我々2人ありがとうございます。ねえ、よかったですよ、本当に、ね、すごいですよ、うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね。嘘つけよ、お前。ほんとしかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ。なんだよ。お世話になりました。言うわけねえじゃねえ。ほんとなんです、これ嫁も言ってたから。いや、そんなこと言うんだったら。嫁も見てたんだ。いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね。うちだってね、1ヶ月で肝が座ったんだ。やだよ、そんなの。肝座った赤ちゃんってなんだよ。2ヶ月で目が座った。怖えよ、お前。目が座った赤ちゃんってよ。3ヶ月で入院。体調悪かったんだろ。じっとしてたって体調悪かったんだろ、それよ、お前。4ヶ月目で退院ですよ。1ヶ月も入院したのか、お前は。その時にお世話になりましたって。いや、そのタイミングで言ったんかよ、ね。そのタイミングで言ったんですよ。病院側にお礼したんかよ、ね。嘘つけよ、お前は。本当のような嘘の話なんですよ、ね。嘘なんじゃなきゃ、結局は、ね。時間を返せよ、お前、バカ。でもね、可愛いですよ。子育て大変大変って言われましたけどね。めちゃくちゃ可愛い。全然大変じゃないね。まあ、今はね、もう、よちよちやってるだけですけどもね。うん、そのうちも小学生とかがあったら大変だよ、うん。何が。だから子供同士で喧嘩して。うん、で、相手方を怪我なんかさせちゃったら、これ。あ、それあるだろうね。向こうのうちにね、親だから、うん、謝りに行かなきゃいけないよ、お前。いや、それぐらいできますよ。できる。我が子のためだったらいくらでもちょっとやってみよう。はい。うん、ピンポーン。はい、どうぞ。こちら、失礼します。あー、どうも。はい、あのこの度はちょっといやね、本当に申し訳ない。まあまあ、分かるんですけど、子供がね、うん、やったこととはいえね、うん、その、どうかしました？なんか臭いですね、この。失礼だろ、どういうことだよ、それよ、お前よ。豚でも飼って豚なんか飼ってねえよ、お前。相当癖聞いたぞ、それ。お前、誰が豚の匂いだ、この野郎、お前は。そうですか。謝りに来て人んち臭いってどういうことだ。申し訳ございません、本当に。うちの息子は、あんたんところの息子さんね、蹴られて泣いてんだよ、蹴られて。蹴られた。そうだよ。何かの間違いじゃないんですか。あざもあるよ、ちゃんとあったく。本当に蹴ったんですか。蹴りましたよ。いつも言って聞かせるんですよ。本当かね。喧嘩の時はまず、目をついてからタックルに蹴った。どんな教育してんだよ。
格闘マシーン育ててんのかおめんとこよ。蹴ったんですか。そうですよ。しかも蹴った後にね、はい、あの大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ。申し訳ございません。たくうちの息子はね、あのポケモンのことになると周りが見えなくなるんですよ。こうなってしまう。ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか。もう帰ってねボコボコにしてやりますよ。やりすぎだよそれ。いやそれはそれぐらいやらないとダメなんです。それぐらいやらないとダメなんです。子供に手は出していきます。子供ってもね、うちの息子もう32ですよ。おっさんじゃねえかお前。もうボコボコにしてる。32のおっさんかお前。何ポケモンカード取ってんだお前。近所の借り物じゃねえかお前。いやポケモンはね大人でも楽しめる。いや分かってるよ。そういうことじゃねえ。子供から取んなっつってんだよお前。いやどうすんだお前ったく。本当にこれあのつまらないもんだ。いやそういうつもりって言ってんじゃないんだよ。いや本当こっちの気が収まらないんだよ。なんだよお前全然喋れてねえなったく。収まりませんので。あこっちの気が収まります。何なんすかこれ。スーパーファミコンです。いらねえよお前。明らかに使わなくなったもんじゃねえこれよお前。じゃあのこれお口なのかどうか。いや私お酒は飲まないんですよ。ノウサギです。いらねえやつ。あおいや生きてんのかよバカ。話すな。人んちにノウサギお前話すなバカ。お前はもうあのこれちょっと手持ちが少ないんですけど。いや一番おかしいでしょこれ。裸で現金っておかしくないですかこれ。嫁の髪の毛です。気持ち悪いよ。何持ってきてんだお前。いや乗っけんなよ人の頭に。乗っけんじゃねえよお前。この何してんだお前。むちゃくちゃかお前。一個も謝罪できてねえぞ。そんなんでお前よくできるなんて言うなお前。じゃあちょっとやってよ。俺がやるわお前、うん、俺が大人の対応見してやるお前。ピンポーン。はい。あすいませんミラの父親でございます。どうも。この度はうちの息子が大変申し訳ございません。いやいやいいんですよ子供同士のやることに。いやいやそういうわけにはいきませんので、うん、息子さんにちょっと会わせてください、うんうん、僕ですけど。お前かよお前。しっかりしてんなお前。いくつだお前。32です。30のおっさんじゃねえかお前、はい、ポケモンのお前さっきのやつかお前。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。なんでもストレスのせいにすんなお前は。ネタ飛んでんじゃねえよてめえ。飛んよお前は。今年もどっかで飛ばす。いや飛ばすなよ今年は。あっち飛びませんよ今年は。いや低いなハードルを。1年間この舞台でのリベンジを待っていた。 The Manzai ね、というわけでね、漫才今年も大らしいただいてね。いやありがとうございます、呼んでいただきましてね、もう光栄ですね。もうでもどうですか、この男痩せたでしょこれね。ああありがとうございます。3ヶ月で17キロ。17キロ、はい、ありがとうございます。これがね、いやでもこれ はい、どうやって痩せたのちょっと教えてあげて。これがですね、原因不明な。笑えねえよ笑えねえよお前よ。やべえやつじゃねえかそれよお前。気がついたらどんどん痩せて。やべえやべえお前、検査行ってこいお前。痩せたいなと思ったらラッキーだったんですよね。ラッキーじゃないんだよそれ。検査行けよお前。食事制限をして、はいはいはい、まあね冗談で食事制限してね痩せたんですよ、まあね、まあまあそんなことよりもね、もうでも2017年もね、もう終わりということ で、 ですけど、ね、早いですね1年ね。まあでも今年もいろいろありましたよね、うん、まあいろいろありましたけども、今年も多かったのがやっぱり不倫報道。いやもうね毎日のようにテレビでやってました、ね、有名人がね突撃インタビューされてアタフタしてるんですよ。いやねあれ急に来られたら頭真っ白になるみたいだからね。あれやっぱり全然言葉出てこないらしいよ。そうだよね。だからもう芸人の俺たちがね突撃インタビューされてアタフタしたらカッコ悪いじゃない。カッコ悪いねそれは。だからこれちょっと練習しておいた方がいいよ。あそうだな、うん、やっとこうか練習。突撃インタビューされた時アタフタしないように。万が一があるからね、うん、やっとこうか。俺はじゃあ突撃インタビューします。じゃあ突撃される側ね。はいお願いします。ピンポーン。ガチャ。はい、すいません、うん、晩ご飯見せてください。ヨネスケじゃないか。ヨネスケ。それ突撃隣の晩御飯ね、それね。なんで俺がその練習しなきゃいけねえんだそれお前。いやでも突然来られたら頭真っ白になるらしいよ。そりゃなるよお前。奥様方も。いやそれ玄関開けたらでっけえしゃもじ持ったおっさん立ってんだからお前、うん、それ頭真っ白になるよ奥様方が、いや違う違う俺そんな練習いらねえから、うん、不倫疑惑で突撃インタビュー。不倫疑惑ね。そういうことでしょ、うん、すいません。はい、なんすか。さん、はい、やっちゃいましたね。はやっちゃな、なんすか。不倫してるでしょ。いやいやしてないっすよ僕は。それ。いやいやこっちはもう見出しも決まってるんですよ。いやちょっと待ってください。どこの雑誌社ですか。コロコロコミックです。来ねえよ来ねえよ。コロコロがどんな見出しすんだよ不倫でよ。都市のあそこはミニ四駆だった。どうもねえんだよ。誰がミニ四駆だ。ミニ四駆なんですか。誰がミニ四駆だお前。小さいけど馬力があるんですか。馬力はあるけどお前。でっけえエンジン積んでます。何言ってんだ。エンジン積んで余計なことを言う。でっけえエンジン。いや違うよ。コロコロコミックが来るかお前。突撃インタビュー不倫の来るわけねえだろお前。トシさんやっちゃいましたね。なんなんですか。不倫してるでしょ。してませんよ私は。こっちはもう見出しも決まってるんですよ。いやちょっとどこの雑誌社ですか。ひよこクラブですよ。来ねえよお前。ひよこクラブがどんな見出すんだよ。トシのあそこは卵クラブだった。誰が卵クラブだ。卵なんですか。誰が卵クラブだ。殻かぶってるんですか。殻かぶってねえよお前。バリバリ突き破ってるあんなもんお前。ひよこってことですか。誰がひよこだよお前。くちばち鋭い大きな鳥ですよそんなもん。えうるせえな。大きな鳥なんですか。うるさいな。ちょっと見せてくださいよ。何がだよ。
ちょっと見せてくださいよ。いいだ、力強いなお前は。本当に本当に脱がそうとしてどうすんの、頭おかしいのかお前は。いや違う、なんぞ妊婦さんが読むとか子供が読むような本が来るんだよお前。もっと大人が見そう、大人のね、そういう雑誌が来るのよ。男性向けのやつ、当たり目だろお前。そいつさん不倫してますよね。いやしてませんよ僕は。これ見てくださいよ。何ですかこれ。これは今月号の戦艦ヤマトのパーツですよ。ディアゴステーリだろ。ディアゴステーリ不倫扱うかよそんなもんお前。いや違う、都市のあそこはディアゴステーリだった。意味が分かんねえだろ。ディアゴステーリなんだよ。お前グって掴むなお前それ。結構な力だなお前。いや違う、そんなんじゃないでしょ。あるでしょ不倫がいっぱい載ってるような雑誌とかさ。いっぱい週刊新潮です。何ですか、身長いくつですか。そっちの身長かよお前。どんな雑誌だそれ。トヨさん脇がですね。何ですかあなたは。週刊大衆です。こっちの大衆かお前。あるかそんな雑誌お前は。よフライデーです。何ですか、明日はサタデーです。曜日確認かお前。目的が分かんねえんだおめえのよう。アケミです、ヨシコです、ジュンコです、エリです、ユリです、マリです、ミユキです。何ですかあんたち。女性セブンです。そんなんじゃねえよ。女7人で来ねえよあいつら。何言ってんだ。広辞苑です。いや辞書、辞書が何ですか。この度トヨさんがチンパンジーの項目に追加されました。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃねえよ。勝手に追加してんじゃねえよおめえよ。もういいわ、雑誌なんでもいいわ。なんか決定的な写真持ってきて追い込めんだ俺を。トシさんこれ見てもまだ白切りますか。なんすかこの写真。これはどう見ても男女が向かい合ってキスする寸前の写真でしょう。いやそう言われりゃそう見えますけどね。でもよく見てください、ツボにも見えてきます。トリックアートじゃねえかお前。あるけど人が向かい合ってツボみてえなやつ、ややこしい写真持ってくんだお前は。トシさんこのドレスの女性見覚えないですか。この青いドレスの女性ですか。え金色のドレスですよ。青でしょ。金色でしょ。目の錯覚。ちょっと前なんか話題になったけど、ややこしいの持ってくんなお前は。つらかったよ。これ見てくださいよ。何ですかこれは。生命線めっちゃ長い。手相じゃねえか。なんでお前の手相見なく、めちゃくちゃだなお前のインタビュアーよ。っていうかね、お前全然ダメだよ。はあ？その受け答えがなってないよ。何がな、お前がめちゃくちゃなんじゃないか。怪しい、あたふたしっぱなしだもん。怪しくてしょうがないよ。そんなんじゃダメだよ。何がダメなんだよ。え？もっと誠意を持って、はあ、時にユーモアを加えながら返さないと。お前できんのか偉そうに。俺にやらせろ。お前やってみろ。触れ。ああやってみろお前。タカさん、不倫したみたい。あさあ、お待たせいた。やっぱりな、単身赴任で誰もいない部屋に帰ってくるってのは寂しいもんだな。さーてと、今日も一日疲れたし、風呂でも入って寝るか。しゃ。あれだ、おお、私が誰だか分かる。誰って俺の奥さんだよ。クイズかお前。何がピンポンだよお前。しめんどくせえことしてどうしたんだよお前急に。わざわざ東京から大阪まで来たの。ええ。なんだよ、来るならお前駅まで迎えに行ったのに。それじゃ証拠がなくなるでしょ。証拠、浮気の証拠よ。お前来ていきなり何言ってんだよお前。浮気なんかするわけないだろう。どうかしらね。じゃあ何よこのワイシャツの襟の黒いシミは。汗のシミだろ。黒いシミっつってんだからお前、シメるみたいに言うんじゃないよ。じゃあ何よこの鼻をつくようなワイシャツの激臭は。俺の体臭だろうがお前。あんな臭かねえよ別によ。あなたはちょっと太った。そう、まさか誰かが料理を作りに来てるの。こんなわけないだろう。来てるんでしょう。原付でお金持ち持って出前か。30分以内に来るんでしょう。ピザ屋かつんだよ。来るわけないだろう別に。それよりあなたちゃんとしたもの食べてる。ちゃんとしたものはなかなかな。食べれてる。いやいや、まあまあ食べれてるは食べれてるけどもな。ボスに隠れて餌を他の場所に移して食べれてる。猿山か。なんだボスとかお前、お皿とかあるわけねえだろお前。普通に食ってるよ、うん、そうだあなたのためにねこれ持ってきたの。うわー、お久々だなお前の手料理。あれ中身は。大変だったよこの弁当箱作るの。弁当箱作ったんだよバカかお前。中身作れよ。いらないよこんなのよ。何やってんだよいきなり来て。あれ、あ、あなた服の趣味変わったんじゃない。いや変わってないよ別に。だって昔は赤いシャツにオーバーオールだったじゃない。マリオか。マリオじゃねえかそれじゃよ。あんな格好するか俺。私以外の誰が追っかけてんのね。追っかけてねえよお前。追っかけてるんでしょキノコ。マリオかってだから。追っかけてどうなの、息増えんのか俺。
かけるわけねえだろうがお前。何言ってんだよお前は。よだってあなたいつも仕事仕事で。いやしょうがないだろ、それはお前のためでもあるんだからさ。大体あなた仕事と部屋とワイシャツと私どれが大切なの。選択肢おかしいだろお前。部屋とワイシャツいらねえだろうがよ。何を言ってんの。ちょ落ち着けよ、もう座れよお前さ。まったく俺が浮気なんかするわけないだろ。なんでそんなこと言うんだよお前。そんな顔も可愛いなお前は。何言ってんだよ。だって全然構ってくれないじゃない。いやそれは悪かったけどさ、仕事が忙しくてなかなか連絡とかできなかったんだって。どうだそっちは、なんか変わったことないかな。そうね、亀の太郎がちょっと大きくなって餌の量が増えた。ああそうかそうか、そんなもんか。あとトイレのショーの流れが悪くなって全部台で流した。そんなもんだな、うん、あそうそう、あと家が火事で全焼した。先言えよお前。一大事じゃねえか。それやファイヤー。ファイヤーじゃねえよお前。何軽い流れで言ってんだお前。大丈夫かよそれよ。ちょっと何よこの長い髪の毛。はあ、まさか毛が生えてきたの。生えるか。なんで一本ピューと生えんだよ。もう俺んじゃねえよこれ。あなたのじゃないの。じゃあ誰のよ。誰が来たのね。いやいや違う、あなた。いや誰が来たのよ。分かったわ。何、山下達郎ね。来るわけねえだろ。なんで山下達郎だよ。山達が来たのね。山達って言うなお前。山達しかたしねえよ。怪しいわね。いや怪しかない。どうか怪しい。いや別に。ああ、何よ、なんで歯ブラシが2本もあんのよ。買い置きしてただけだよ。そんなもん。ますます怪しい。ああ、なんでスピーカーが2個もあんのよ。大体2つだろそんなもん。そんなもん2つあるだろスピーカーなんか。お前、ああ、この写真の女誰よ。お前だろどう見ても。お前っきりお前だろお前よ。何言って。ああ、何この名刺、女の名刺じゃない。いや取引先だろ、会社名も書いてんだろ。え、佐藤美穂。佐藤さんだよ。この女だけは絶対ダメよ。は、この女はね、あなたと血を分けた兄弟なの。ヒルドラか。なんだよ君ドロドロしやがって。この辺のどっかに隠れてるね。隠れてる。出てきなさいこのメス豚。ヒルドラかせだよ。何なんだよお前タクラは。ワキワキってよ、いかにしろよ。俺はな、神に使ってもな、浮気なんかしてねえよ。お前を愛してるからな。ごめんなさい、私もあなたを愛してるわ。だから心配になってこんな風になっちゃったの。分かってくれりゃいいんだ。でもごめんな、俺が家を開けたばっかりにこんな心配かけて。今後はちゃんと連絡してさ、お前に心配かけ。もしもし、あ、たかし、私、うん、うん、全然大丈夫、今一人、うん、え、マジで会える。分かった、いつものホテルのロビーね。はーい。おい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 、お前まさかその電話浮気してんじゃねえだろうな。浮気してんのかい。離婚。どうもどうもどうも。今日から研修お世話になります新人アナウンサーの鈴木です。よろしくお願いします、うん、私は新人担当の三浦です。よろしくね。よろしくお願いします、君には期待してますから、はい、ありがとうございます、ね、はい、で君はどうしてアナウンサーになろうと思ったの。はい、うん、プロ野球選手と結婚するためです。女子アナか。なんで君が野球選手と結婚するんだよ。すいません嘘です。嘘ですじゃないでしょうが、はい、じゃあこのアナウンサーとしての目標は何なの。はい、いずれはフリーになってお昼の番組の司会をやることです。福沢か。おしゃれなメガネをかけて福沢かって。ジャストミー福沢かって。ファイヤー福沢かって言ってな。何がファイヤーだよ君。すいません、いきなりフリーになること考えてんじゃねえよ。はい、すいません。頼むよ期待してんだから。はい、じゃあね早速今日は研修行くから。はい、頼むよ。はい、じゃあ席ついて。わかりました。よし、それじゃあね、はい、まず最初は、はい、あの滑舌ね。はい、じゃあ僕がこの早口言葉を言うから、はい、僕の後についてきて。はい、うん、赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ。赤パジャマ青パジャマ黄ばんじゃった。汚ねえなおい。なんだ黄ばんじゃったって。黄パジャマだよ。黄パジャマ、はい、黄パジャマ、はい、わかりました。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ。カエルことこと煮込んだよ。気持ち悪いよお前。なんで煮込むんだそんなもん。すいません。何言ってんだ。バスガス爆発。バスガス欠。短いなおい。何ちょっと短くしちゃってんだお前ガス欠。すいません。坊主が屏風に上手に絵を描いた。坊主が上手に突っ込んだ。俺か。俺じゃねえかこれ。あんたお前全然早口言葉できねえじゃねえかよ。すいません。なんだよ
もういいよ、じゃあ早口言葉、はい、ね、じゃあね、次はあの原稿読み、はい、これは実際にこう読んでもらうから。はい、わかりました、うん、じゃあちょっとやってみて、うん、次はスポーツニュースです、うん、まずはプロ野球です、うん、今日行われたヤクルト対阪神巨人はどっちだよそれよ、お前オール巨人が勝ちました。漫才師かそれ。巨人の先発は身長170センチくらい、黒い帽子に黒のジャンパーを。犯人かおい。男はワンアウトも取らずに逃げたそうです。うまいこと言ってんじゃねえよお前。続いて大相撲です。朝青龍対中大会の取り組みは、うん、寄り切ってデブが勝ちました。どっちだよこれ。大体似たような体じゃねえかそれ。続いてブタミントンです。いやおもちゃだからこれは。小4の大輔が優勝した。誰だ大輔って。それ続いて明日の天気です。ああ明日の関東地方は晴れ時々雨、うん、最高気温はドゥルル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 もういいや。じゃあ、あの中継先とのやり取りってのやろうか。はい、君が中継先に呼びかけてこうやり取りするみたいな、はい、あ、僕が呼びかければいいんですね。そうそう、じゃあ実際に相手がいると思ってこう呼びかけてみて。わかりました、うん、奥さん今一人ミノか旦那がボールで振るってミノかって言ってんだ。息子さんたってミノかって。うるせえな。すいません、なんでミノモンタやってんだ急に。ミノさんを見て育ったんですよ。知らないよそんなの。すいません、ちょお前ちょっとあのスタジオ早えな。まだそうですか、全然できてねえから、はい、じゃあさ、俺がスタジオにいて中継先に呼びかけるから、はい、その中継先のレポーターそれやってくれる。あ、わかりました、うん、はい、じゃあちょっとレポーター、はい、そこ立って、はい、じゃああの国会議事堂の前にいるっていう設定ね。国会議事堂ですね、わかりました、うん、はい、それじゃあ中継先繋いでみましょう。現場の鈴木さん。はい、こちら現場の鈴木です。現在そちらどういった状況でしょうか。こちらの状況は海外か。なんだそのタイムラグは。すぐ喋れよお前。行こうどうか。あれ、声がかすれているよ。知らねえよお前の喉の調子だろうが。ただの急にかすれた。お前なんだお前。すいません、お前何もできてねえな。だから一個何できんだお前よ。あの僕野球が好きだったので、ヒーローインタビューってできますよ。ヒーローインタビュー。ヒーローインタビューです、まあ、あんな結構難しいぞ。大丈夫です。できんのか。できます。じゃあ俺がこう選手やってやっから、はい、インタビューしてみろ。わかりました。放送席、放送席、今日のヒーロー斉藤投手に来てもらってます。いやー惜しかったですね。負けてんのか俺。なんでヒーローインタビューで負けた選手がのこのこ来んだよ。勝ってんだ俺は。そうですか、わかりました、すいません。優先席、優先席、シルバーシートか。呼んでも何も返ってこねえよ。放送席だろかよ。放送席、放送席、今日のヒーロー斉藤投手に来てもらってます。いやー斉藤投手見事なピッチングでしたね。ありがとうございます。今日の晩ご飯は米助か。隣の晩ご飯じゃねえそれ。髪切った。タモさんかって。じゃあカメラに向かって大成功。ドッキリかお前。めっちゃ座れよお前。座れこれら。すいません、はい、お前アナウンサー舐めてんだろお前。さっからよ全然一個もできてねえじゃねえかお前。アナウンサーってのはな、真実をいかに的確にそして迅速に伝えるか、それがアナウンサーってもんだ。お前全然分かってねえんだそういうこと。はい、それでは今夜はこの辺でさよなら。いや終われねえよお前。何勝手に終わろうとしてんだこの野郎。今夜は冷え込みそうですね。さよなら。だ終われねえって。何締めのコメントだけ言えてんだお前生意気に。はい、この後はウルグスです。やかましいわお前。やんねえよウルグスなんて。お前絶対できねえよお前。アナウンサーなんかクビだ。はい、この後は就職活動です。どうもー。どうもー。山田です。いやーもう派手な演出で、派手ですね。最後ですからもう優勝しましょう。この勢いで、頑張ってやっていきましょうよ。取っちゃいます、いや、はい、本当に頑張っていかないといけないですよ、もう頑張っていきましょうよ本当に、でも緊張しますねやっぱり。いや緊張しますよ、もうやっぱり M1 の決勝ですからね。そりゃそうですよ。尋常じゃないよ緊張が。あ、そう。もう昨日からずっと緊張してましたから。あ、そう。もう飯も全然食えないぐらい。大丈夫なの。お腹空かないの。全然空かない。緊張しすぎちゃって。はー、もう大変。それぐらい緊張する。それぐらいやっぱ気合入ってますよ。やっていかないといけないですよ。本当に優勝したいですから ね。まあでもこうやって僕らもね、はい、漫才やらさせていただいてますけ ども、これからいろんな仕事やっていきたいね。やってきたい。挑戦していきたいですよ。あのドラマなんかいいじゃないですか。あ、ドラマ出てみたいわね。ところで学園ドラマ憧れますよ、うん、学園ドラマ昔からヒット作が多いからね。そうですね、うん、あの古くあの武田鉄矢さんの代表作金八先生。金八先生だよそれは。金八 ね、うん、あとあのちょっと前ですが、うん、反町隆史さんが鬼塚先生やってた。あ、 BBQ。 あ、バーベキューじゃねえかそれ。GTO ごつい綱おにぎり。おにぎりじゃねえよおめえは。腹減ってんじゃねえかお前やっぱり。
え、なんだ、さっきから。いや、たまたまですよ、それは。え、たまたまだ、お前。で、最近ヒットしたといえばね、はい、佐藤隆太さんが野球部の監督やってた。あ、シェイキーズ。ルーキーズ。腹減ってんだろ、お前、やっぱり。いやいやいや、なんださっきから食い物ボケばっか。腹減ってない。大丈夫か、うん、あと、一番最近ヒットしたのは、仲間由紀恵主演のね、ラーメン。めちゃくちゃじゃねえかよ、お前。ラーメン、極戦、全然合ってねえわ、お前。そんな腹減ってたら、飯食ってこい。ちょっと。いや、行かなくていいよ、バカ。漫才中に飯食いに行くやついるか、お前。イルカって食べれるの？いや、イルカの話はしてねえよ。いないですよって言ってんの。ああ、そういうことね。集中して。いや、もう集中していきますよ。もう最後ですからね。ドラマですよ、ドラマ。ドラマ出てみたいですよ、やっぱり。やっぱ熱血先生がね、うん、生徒バシッて怒るとこ、あれいいよね。かっこいいよね。あれいいよね。お前ら、恥ずかしくねえのか。一人をみんなでいじめて、なんとか言ってみろ。なんとか言ってくれよ、先生よ。生徒役かよ、お前。無理だろ、30過ぎて生徒役は。いけるだろ、まだ。いや、無理だよ。小6役だよ。いや、もっと無理だよ、小学生なんて。いけるよ、俺だって普段いつも小学生で遊んでんだ。危ねえんだよ、お前。俺結構ワンパクだよ。何してんだ、女子の髪とか平気で引っ張るから、ね。危ねえ、エッセンだ。スタートも平気でめくるしね。危ねえ、エッセン。水溜りとかとりあえず入るからね。何してんだ、お前。転んでも泣かないよ。いや、当たり前じゃねえか。自転車の補助に肩を外して乗ってるから、ね。危ねえ、親じゃねえか、お前。危ない親父だよ。危ねえ、俺、親父だよって言ったじゃねえか。およよよって言ったんだよ。じゃないよ、お前。生徒役は無理です。先生役をやって。なるほどね。お前ら、席つけ。聞こえねえのか？席につけ！席につけって言ってるんだ！バン！いや、ちっちゃいな、お前、おい。教団ギリギリ！ちっちゃいよ、先生！ちびっこ先生！ちっちゃい！何をしてんだ、お前。誰がそんなちっちゃい先生やるって言ったよ、お前。もっとでかくしろ、お前は。はい、座ってあ、席つけよ、お前。でかすぎるだろ、今度、お前。席つけよ。生徒をつまむんじゃないよ、お前はよ。席ついてね。席ついてね。何してんだよ、お前は。ちょっと席、チェックメイト。チェックメイト、なんで生徒でチェスやってんだ、お前。生徒でチェスやってる、ちょっと西田敏行意識してんじゃないよ、お前は。じゃないよ、お前。普通でいいんだ、でかさは、お前。お前ら、恥ずかしくないのか？お尻にバナナなんか挟んで。どんな状況だよ、お前。見たことあんのか、学園ドラマでケツにバナナ挟んでんの、お前。俺あんまドラマ見てないんだよ。はぁ、あ、ドラマ見てないからよくわかんねえんだな。あるですよ、いろいろ。あるですよ。あるです、あるです。何よ、あるです。いいシーンなんか学園ドラマ宝庫ですよ。何、一番感動するのはやっぱあれさ、卒業式。あ、最終回ね。そうですよ、先生がね、生徒一人一人に言葉を投げかけていく。生徒も本気で泣くからね、あれ。そう、先生も泣きながら、もどっちも泣きながら、アドリブとか入ってくるらしいですから。あれは感動のシーンだし。確かに感動する、あそこいいよね。うん、青木お前は3年間よく一日も休まず来てくれたな、ありがとう。青田泣きすぎだよ、お前。おい、いや泣きすぎなんだよ、お前。なんで森進一になってんだ、お前。いや、いつきもいらねえよ、お前。5点ぐらいのモノマネですよ、あなた。よくやりますね。いやいや、やらなくていいっすよ。似てるでしょ。全然似てねえし。いや、泣きすぎ、先生が泣きすぎると見てる方引くから、逆に。あ、そっか。そこは涙をこらえながらこう言うみたいなとこがいい。赤山先生知ってます、お前が教室の花に毎日水をあげてくれたこと。ありがとうな。あ、そういうのですよ、感動する。赤塚先生知ってます、お前が3年間ひどいいじめを受けてきたこと。じゃあ助けてやれよ、お前。何が知ってます。先生ずっと見てましたよ。見てねえで助けろ、お前。佐藤美穂先生知ってます、お前は毎日一生懸命勉強してました。トイレの時もお風呂の時も先生見てました。ストーカーじゃねえか。みんなそんなとこ。ナオミ先生知ってます、お前がプール授業休んだ理由。言わなくていいよ、そんなの。デリケートな問題だぞ。言うな、お前。ヤマタ、ヤマタってなんだよ。ヤマタでいいだろ。先生知ってます、よく校庭に迷い込んでくる犬の名前。なんで知ってんだ、そんなもん。愛犬のジャクソンです。お前の犬かい、繋いどけ。そこのやつ、そこのやつで名前言えよ。先生知ってます、お前の名前。じゃあ呼んでやるよ。言いたくありません。なんでだよ、かわいそうだろ、あいつが。中島先生は昔お前のお父さんと一人の女を奪い合いました。なんで今言ったんだ、そんなこと。気まずいわ。中野美香第一印象から決めてました。メルトンか、お前。佐々木危険ですので白線までお下がりください。駅のホームでやってんのか、これ。井上加藤後藤まとめんだよ、そこ。桜井坂崎高見沢アルフィーカカズラモス武田メルディ全盛期志村後ろオリフカ宮崎土幻化戦といかん東国丸じゃねえか。ダンカーン負けしじゃねえか。ラッキョ誰がラッキョだよ。コンペイです。出せーな。なんだお前、後半なんだコンペイですって。全然めちゃくちゃじゃねえか、お前。ちゃんと卒業式やれよ、お前は。山下、お前は毎日ランニングでおにぎりばっか食べて。裸の大将じゃねえか、お前。架空の生き物を。姫かぐや。
やってたわ。稲葉、100人乗っても大丈夫か。物置かお前。じゃあお前やれや。40人アコーロースか。もらい飯やった。電磁板。いやそれラップのやつじゃねえか。それ駅前のお寿司屋さん行こう。いやそれバカな風じゃろさっきの。ダイナマ太郎。それもラップのやつだっつんだよ。お前はよく頑張ったからご褒美です。はい、黒ずきんちゃんです。グリルのお前が取ったんだよ。お前が取った。何してんだよこれ。中原、おじいちゃん亡くなって残念です。あ、これ GG 番号。ガスな、消せ。稲川、怖い話してくれ。もういいよ怖い話。稲川ズボン、お前出てこなくていい。出てこなくていい。出てこなくていい。戻りなさいよ。どんだけ怖い話したいんだよ。ごめんよ。何してんだてめえ。ちゃんとやれや卒業式。三浦俊和。はい。お前は3年間このクラスの担任として。俺担任。お前何なんだよ。コンペで。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。はい、ということでね、演芸グランドスラムトップバッターね、はい、やらさせていただきますから。いや、ありがたいですね、トップバッターね。頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いします、よろしくお願いしたいと思うんですけど、まあでも早いもんでね、今年2015年もう半分過ぎましたからね、はい、もう上半期終わりましたから。早いもんですよね。早いですよね、でまあまあここまでこう話題になったすらね、あいつら 8.6 秒バズーカがね、すごいですよ。すごいでしょ、ね、もう小中学生みんな真似してるでしょ、あれね。レッスンゴリラね。レッスンゴリラやってますよ。レッスンゴリラってね、ラッスンゴリラ、なんだレッスンゴリラってゴリラの調教じゃねえか、ただのそれ。何を言ってラッスンゴレライってこうやってね。いやすごいですよ、みんな真似してんすか、あれがすごい。我々はもう漫才しかやってきてないからね、もう意味が分かんないですよ。なんでそれがウケるのかも分かんないから、ね、今ウケる時代。我々にはもう真似ができませんけどもね。すごい時代ですけれどもね、あと最近何ですか、流行ってるとか言ったら、ね、一人丸々みたいなのが流行ってるんですよね。あ、そうなんですか。一人で何でもやる人が増えてるらしいんですよ。あ、そう。一人焼肉とか一人カラオケみたいなのが増えてるらしいですからね。もっとよく見るのがね、3人焼肉ね。普通じゃねえか、普通の焼肉。5人カラオケとか普通だっつってんの。普通なんだそれよ、もう。いや違う、なかなか一人でやらないのことやるのが一人丸々っつんだよ。ああ、一人カレーとか普通だっつんだよ。カレーぐらい一人で食うだろそんなもん。何を言ってんの。一人お着替え。子供かお前。子供じゃねえか一人でお着替えなんかよ。一人夜トイレ。子供かっつってんだよそれよ。何を言ってんだお前。一人5個まで。人気商品じゃねえか。ただの人気商品じゃねえかそれよ。そんなこと言ってないんだよ俺は。一人ボーリングっていうのはどうですか。一人ボーリング。いや結構いるよ一人でボーリングする人なんか。お前一人で温泉掘っちゃうんですよ。そっちのボーリング。温泉掘る方のボーリング。いるかそんなやつお前は。何の話をしてんだお前。そんなんじゃないね、まあまあそういうのが入りまして、あとね流行ったから、まあ、去年ぐらいから流行りましたけどね、あの壁にドンって手をつく。あ、朝稽古。朝稽古じゃねえよ。壁ドンだよ。壁ドンね。壁ドンが流行ったり、最近ねそれに派生して床ドンってのがあるんですよね。足元あったかいんだよね。床ドンじゃねえかそれ。床ドン。床ドン。床ドンですよお前。ね、床ドンって壁ドンの床バージョンでね、床に寝てる女性に上からドンっていくってね。DV じゃねえか。いや顔面じゃねえ。DV だね。顔面ドンじゃねえ。じゃ顔の横に手をつくの。そしたら女性がドキドキするっていうね。あでももっとドキドキするのはコニドンってね。コニドン。コニシドン。ドンコニシだね。なんであんなもんドキドキすんだお前。いやファッションチェック厳しいからね。そこまで気にして見てねえよそんなの。ドキドキですよ。そんなんじゃない、あとあの肩に頭をズンっていく肩ズンね。 あと肩にパンチする肩パン、暴力じゃないか。肩パン女子アナだよ。見たパン女子アナだ。あやパンチのパンパンパパン。ラッスンゴレライみたいになってパンパパン。ラッスンゴレライみたいになってんじゃねえかよそれよお前。レッスンゴリラ。いやレッスンゴリラ。レッスンゴリラじゃん。あれがゴリラだお前。ゴリラ余計なこと言ってんじゃないよ。誰がジョリアの東京だもん。いやいやでもね、我々もうバカなこと言ってますけどもね、今年39歳ですから ね、いやいや本当に。で私40までに夢がありましてね、やっぱツッコミできるようになりたいんですよやっぱり。ツッコミ全くできないからね、ちょできるんだというとこ見せたいんでね、変わってもらっていいですかツッコミ。おーやったらいいじゃない、それはどう。はい、最近あの一人丸々っていうの流行ってるんですよ、ね、例えばね一人焼肉とかね、一人カラオケなんての流行ってるんですよね。 あともっと流行ってるのね、3人焼肉とかね、5人カラオケとか。まあ楽しいわな。ツッコめよツッコめよ、まあ楽しいわなじゃねえよ、いやいやボケてんだからツッコめよお前はよ。ボケが弱いよおめえの。ボケだろおめえ、さっきやったボケだぞ俺の。そっからそのままやってんだこっちはよお前。いやそういうんじゃないんだよ。だから一人でやらないようなこと一人でやるのが流行ってるっつってんですよ今。一人カレーとかね , 笑ってんだよ、ね、何笑ってんだよお前。自画自賛かお前。普通だよそれ。いやツッコめよちゃん、一人お着替え。おっさんか子供かだろ。子供かだろそれはよお前、で一人夜トイレ。寝る前に水分取りすぎ。長えよツッコミが。長えよそんなのお前。テンポ悪いよお前。じゃあ一人5個まで。角砂糖か。入れすぎだよお前。
入れすぎだろ5個も。何やってんの。じゃあ一人ボーリング。これ結構あるよ。一人で温泉掘るんですよ。そっちの方かい。こっちのボーリングじゃなくてこっちのボーリングかい。温泉湧き出てジャブジャブジャブって気持ちいいわ。お肌ツルツル、体ボカボカ、お腹ボヤボヤって誰がでもやれ。投げよ投げよお前。乗りツッコミだよ。どこが乗りツッコミ。なーって叫んでるだけだろお前。ツッコミでもなんでないお前。ノリツッコミだよ。ちゃんとやれよお前。普通のツッコミをやれよお前。そういうんじゃないんですよ。 あと去年ぐらいから流行ったね、壁にドンって手をつく。あ、朝稽古ね。壁ドンだよ。壁ドンだよお前。壁ドンってなんだお前。怪獣みたいに言うんじゃねえよお前。あのそれから派生してね、床ドンっていうのが流行ってんですよ。あ、足元あったかいよね。え、いや今じゃねえよ。床ダンってボケだろ。床ダンだよ。これさっきやったのかよ。ったくあとあのドキドキするったらコニドンね。コニシドン。ドンコニシじゃねえか。なんでドキドキするんだそんなもん。ファッションチェック厳しいからね。そこまで気にして見てねえよ。戻ってんじゃねえか。戻っちゃったよ。お前がずれた。お前がずれたからこうなったんだよお前は。あとあのね、肩にズンってる肩ズンね。あと肩にパンする肩パンね。あと肩パンね。ミタパン。あ、やっぱなんか言えよお前。何ポン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 テンポよく。なんか言いながら突っ込めよお前。アチョーってなんだそれ。こんなツッコミ聞いたことねえよお前。カトパン、ミタパン、パンパパン。いやお前はやるな。お前はツッコめよお前。お前レッスンゴリラ、レッスン。やめろそれお前。いかがにしろお前。はい、まんまるか漫才。これいやいやもうなんかズーム入っていただきたみたいで、ね、いやこれありがたいですよ本当に ね、ツアーの今日最後です東京が最終日でございますからね、こんだけ集まっていただいて本当に嬉しいですね、ありがたいです本当にもう本当に、ね、やりきれますよ本当にねやりきれますからね、いやそれにしてもね、第10位ですよ。そうですよ、10位ですから、まさか僕たちの漫才が10位に入るとはね。俺らしか出ねえんだよ。あ、そうですか。自作自演でございますから。自作自演ですか。やってますからね。もう最後までごゆっくりね。そうですね。楽しんでいただいたらいいと思いますけども。ますけどもね。まあでもなんですか。僕らもね、あれですよ。もうね、そろそろ運動不足なね年になってきました。そうだよね。まあ全然だってあの日常で運動することないからね。あまりなくなりましたからね。これは子供の頃って結構いっぱいあったじゃないですか。ありましたよ。代表的なのが運動会ですよね。運動会ね。運動会楽しかったよね。いろんな競技ありましたからね。あのパン食い競争。楽しかったよ、いどんせ、ね、たたたたた、ね、手で取っちゃったね、それね。うわー、ひこまろか、お前は。なんで中身見せんの、あんた、それクリームのパンや。そのままじゃねえか、お前。ひこまろだったらうまいこと言えよ、お前。パンの運動会や。意味がわかんないから、それ意味が。パンの IT 関係や。悪名だろうがね。IT 関係ってどうすんだ、それ。パン食い競争ありましたよね。騎馬戦なんかね、盛り上がりました。白熱しましたよね。もう帽子をものすごい勢いでぐわーっと、ものすごいですね。もう白熱。淡々とものすごい数取るな、お前。淡々と随分から生え払ってんじゃねえんだから、お前。ブドウの収穫か、お前。あら、大きな巨峰。誰が巨峰だ。誰が巨峰だろ、お前。巨峰じゃないですか。こんなんじゃないでしょ。ねえ、あと障害物競争ね。ねえ、頭にピンポン抜けて走るんですよ。頭じゃねえよ、お前。お玉でしょ。あ、そうそう、お玉に頭乗っけてね。怖いわ、お前。お玉に頭って誰の頭乗っけんだよ、お前、それ。お前だ階段か、びっくりさすな、お前。お玉にね、なんかこう乗っけたりとか。ピンポン乗っけてね。ピンポン乗っけたりとか、あと網をくぐり抜けたりとか、ね。そうそう、あと有刺鉄線越えたら銃弾すり抜けて走ったり。過酷か、お前。過酷すぎんだろそれはよ。過呼吸かってお前。なんで過呼吸になったん急に。ねえ、なんじゃないでしょ。まあでもあと激しかったら綱引きね。綱引きなんかもう負けたくないものがね、あのロープをね腕にぐるぐる巻きにブンブンブンってね。過酷かってだからお前。過呼吸かってんだお前。脱臼か。何が脱臼しちゃったじゃないか。どんだけ綱ぎ目をえんだお前はよ。わしゃ千代の富士か。いや知らねえよお前。あ、筋肉でね固めてたんで。何の話してんだこんなの。そういう癖が。だっていいだろうが。違う、うん、綱引いたら掛け声が大事ですからね。そう、それそれ。飲み屋かお前。うわ、うわ、飲み屋かって力出ねえよお前。パーリラパーリラパーリラ、はいはい、飲み屋か。サンバサンバピー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 サンバにぎやか。何がだよ、ずいぶんにぎやかだね。どこにぎやかだよ。にぎやかじゃねえか、サンバだもん。何それでピーピーピーとか言ってんだよ。寂しいわ余計に、あと運動会で、運動会でね、玉転がしね。玉転がし、誰が玉だよ。え、誰が玉だろ。あ、ふん転がしね。ふんでもねえよ。失礼なこと言ってんじゃないよ。二人ぐらいでわーってやるでしょ。わーってやるんですよね。でもね、やっぱ一番ね、花形のね、競技はやっぱりかけっこね。あ、かけっこはね、楽しかったよね。俺なんか1年生の時とか早かったんですよ、足。あ、いいじゃん。ほんでね、あの1年生の時に走ったらね、同着みたいな、同時でゴールしてて、どっちが1位か分かんないんだってね、先生が話し合ってね、いよいよ1位の発表ですよ。1位は、あ、ドキドキすんね。お前だ。
階段かってうるせえな。普通に発表しろよお前、びっくりしたな、本当にびっくりしました。ほんでね、どんどんね、6年生ぐらいになるとね、どんどん足遅くなってってね、いつもビリですよ、情けないね。で走っててね、もうみんなに抜かれて、もう一番ねビリケツになっちゃってね、その時ね後ろ振り返ったんですよ。そしたらそこには誰もいなかった。階段かてだからお前、当たりビリなんだろ、誰もいるわけねえじゃねえか後ろに。何の話をしてんだよお前。違う、でもね、僕は本当足速くてね、毎年リレーの選手。あ、リレーって足速いよ。で6年生の時にね、リレーのアンカーになった。アンカー一番速いじゃないですか。で1位でバトンもらったで、バトン落としちゃって、あら結局ビリ。あら、みんなに恨まれましてね。もうその時のみんなの顔ったらなかった。その時の顔ってこんな顔ですか。階段かてだからお前、でせめて怖い顔しろお前。なんで軽くしゃくれるんだお前はよ。前もあと運動会ってね、玉入れね、盛り上がった。最後数数える時ね、盛り上がるんですよね。1枚2階段かてだから40枚足りない。割りすぎだろお前、こんだけおちょこちょいだお前。あと組体操よね、やっぱりね、綺麗だった。ピラミッドとか作ってたでしょ。やりましたね。いやいや今は無理だよ。いや今あれって懐かしいな。ピラミッド3人だけ無理だろ、2人しかいないんだからお前。いるじゃねえ、ここに青白いやつ。階段かお前、怖いわお前。何言ってんだお前、誰に言ってんだお前はよ。あれちょっと待って、赤ちゃんの泣く。いや階段かって聞こえねえよそんなもん。あれさっきまであそこにいた日本兵がいない。いや階段かってなんで日本兵がいない。俺じゃねえよお前。誰が日本兵だこれら。お前あげはんでもすんなお前。いつまででやってんだお前、長えよ。動かない。いや階段かなんで金縛りになってんの。ああ溶けた、気持ちよかった。快感か。何やってんのか。快感なら気持ちいい。変態じゃねえか金縛り。そうです、僕は変態です。でも変態とは隠さずにガンガンいきます。大胆だ。いや知らないよ。随分大胆だねお前。やだわ。大胆発言じゃねえか。いや相方変態キャラなんかやだよそんなもん。いいじゃねえか変態コンビで頑張ってきます。変態なんで俺まで変態キャラなんだよお前。そんなもんとばっちりだそんなの。災難だ。災難だよ。じゃあもう一つやってけねえな。やってけねえよ。僕たち今日で解散か。あげましておめでとうございます、ねはい、ということでございましてね、爆笑ヒットパレードトップを飾らせていただきました、ね、トップバッターですか、頑張ってやっていきましょう。2014年になりましたけども、始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか、いい年でしたよ。先ほどのね、先ほども言ってもらいました。先ほども言っていただきましたよね、子供生まれましたから、2人とも。そうですね、我々2人も。ありがとうございます。ねえ、よかったですよ、本当に、ね、すごいですよ、うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね。嘘つけよお前。ほんとしかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ。なんだよ、お世話になりました。言うわけねえじゃん。本当なんです、これ嫁も言ってたから。いやそんなこと言うんだったら嫁も見てたんだ。いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね、うん、うちだってね、1ヶ月で肝が座ったんだ。やだよそんなの、うん、肝座った赤ちゃんってなんだよ。2ヶ月で目が座った怖えよお前。目が座った赤ちゃんってよ。3ヶ月で入院。体調悪かったんだろ。じっとしてたって体調悪かったんだろそれよお前。4ヶ月目で退院です。1ヶ月も入院したのか、うん、お前は。その時にお世話になりましたって。いやそのタイミングで言ったんかよ、そのタイミングで言ったんですよ。病院側にお礼したんかよ、嘘つけよお前は。本当のような嘘の話なんですけどね。嘘なんじゃなきゃ結局、時間は返すよお前。でもね、可愛いですよ。子育て大変大変って言われましたけどね、めちゃくちゃ可愛い。全然大変じゃないね。まあ今はね、もうおちよちよちやってるだけですけどもね、そのうちも小学生とかがあったら大変だよ。何が。いや子供同士で喧嘩して、で相手方を怪我なんかさせちゃったら、それあるだろうね。向こうのうちにね、親だから謝りに行かなきゃいけないよお前。いやそれぐらいできますよ。できる。我が子のためだったらいくらでも。ちょっとやってみよう。ピンポン。はいどうぞ。こちら失礼します。あどうも。この度はちょっと。いやね、本当に申し訳ない。まあ、分かるんですけど、子供がね、やったこととはいえね、その、どうかしました？なんか臭いですね、この。失礼だろ、どういうことだよ、それよ、お前よ。豚でも飼って。豚なんか飼ってねえよ、お前。相当臭いだぞ、それ。誰が豚の匂いだ、この野郎、お前は。そうですか。謝りに来て人んち臭いってどういうこと。申し訳ございません、本当に。うちの息子はあんたんところの息子さんね、蹴られて泣いてんだよ、蹴られて。蹴られた。そうだよ。何かの間違いじゃないんですか。あざもあるよ、ちゃんと。あったく本当に蹴ったんですか。蹴りましたよ。いつも言って聞かせるんですよ。本当かね。喧嘩の時はまず目をついてからタックルに蹴った。どんな教育してんだよ。格闘マシン育ててんのか、おめんとかよ。蹴ったんですか。そうですよ。しかも蹴った後にね、はい、大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ。申し訳ございません。タグ、うちの息子はね、ポケモンのことになると周りが見えなくなるんですよ。こうなってしまう。ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか。もうってね、ボコボコにしてやる。やりすぎだよ、それ。いや、それはそれぐらいやらないとダメなんです。それぐらいやらないとダメなんです。子供に手は出していきます。子供ってもね、うちの息子も32ですよ。おっさんじゃねえか、お前。もうボコボコにして。32のおっさんかよ、お前。何ポケモンカード取ってんだ、お前。筋トレ軽いもんじゃねえか、お前。いや、ポケモンはね、大人でも楽しめる。いや、分かってるよ、そういうことじゃねえ。子供から取んなっつってんだよ、お前。いや、どうすんだ、お前、ったく。本当に、これあの、つまらないもんね。いや、そういうつもりって言ってんじゃねえか。いや、本当、こっちの気が収まらないんで。なんだよ、全然喋れてねえな、ったく。収まりませんので。ああ、こっちの気が収まります。何なんですかこれ。スーパーファミコンです。いらねえよ
明らかに使わなくなったもんじゃねえこれよお前。じゃあこれお口なるかどうか。いや私お酒は飲まないんですよ。脳酒です。いらねえつって。いや生きてんのかよバカ。話すな人んちに脳酒を話すなバカ。お前はもうこれちょっと手持ちが少ないんですけど。いや一番おかしいでしょこれ。裸で現金っておかしくないですかこれ。嫁の髪の毛です。気持ち悪いよお前。何持ってきてんだお前。いや乗っけんなよ人の頭に。乗っけんじゃねえよお前。こんな何してんだお前。むちゃくちゃかお前。一個も謝罪できてねえぞ。そんなんでお前よくできるなんて言うなお前。じゃあちょっとやってよ。俺がやるわお前、うん、俺が大人の対応見してやるお前。ピンポーン。はい。あすいませんミラの父親でございます。この度はうちの息子が大変申し訳ございません。いやいやいいんですよ子供同士のやることに。いやいやそういうわけにはいきませんので、うん、息子さんにちょっと会わせてください。僕ですけど。お前かよお前。しっかりしてんなお前。いくつだお前。32です。30のおっさんじゃねえかお前、はい、ポケモンのさっきのやつかお前。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。お待たせいたしました。タカ&トシのお二人です。最近この辺りじゃ空き巣が増えてるらしいからな。怪しいのを見つけたらどんどん捕まえるぞ。わかりやすわかりやす。嘘実際にいたんだこのタイプ。嘘だ。でキョロキョロしてるけど全然俺に気づいてねえし。何これ。おいちょっと君止まりなさい。もっと強くお願いします。はあ、もっと強く言ってください。おい止まれ。もっと止まらんと撃つぞ。もっと止まれ。もっと撃つぞ。ああ撃ってください。 M かよ。なんだ気持ち悪いな。なんなんだよ。止まれったらすぐ止まりなさいよ。じゃあこれ。いやじゃあじゃないよ。何やってんだよ。止まれっつってんだろうが。何をやってんだ。最近はねここら辺で空き巣が増えてるんだよ。まさかお前私のどこが空き巣なんですか。空き巣だろどれだって。逆に空き巣以外何に見えんだって話じゃねえかこれ。ええじゃねえよ。じゃあ聞くけどもなんだこの格好。答えなさい答えなさい。23番泥棒。仮装大賞か。なんだそのごまかし方。だいたいなんだその口の周りのヒゲ。お前典型的な泥棒ヒゲだろうが。これは罰ゲームで書かれたんですよ。羽つきか。ずいぶん正月遅えなおめえよ。本当は何なんだ。本当はサンタクロースです。もっと遅えじゃねえかよ。ずいぶん前の話じゃねえかそんなもん。いや慌てん坊なんです。いやもう今年の分くだんの。はい。どんだけ慌ててんだよお前は。よくこんな格好でお前泥棒じゃないなんて言えんな。本当に違うんですよ。そんなことお前警察に通用すると思ってんのか。警察。いや気づいてなかった。お誰だと思ったんだよこの格好見て。ああじゃないよ。もういいよちょっとね身元確認するから名前教えて。名前はネーム。年齢はオールド。仕事はビジネス。家族はファミリー。英語聞いてねえよ。あ俺がお前に英語聞かなきゃいけないんだよ。年齢はいくつに見えます。合コンかお前。めんどくせんだよ。あんた俺が当てなきゃいけないんだ。いくつだ。29です。29ね。嘘です37です。なんでサバ読んだんだよ。20代の方が受けがいいかなと思って。合コンかっつってんだよ。王様ゲーム。合コンかっつってんだよ。なんでお前と王様ゲームやんなきゃいけねえんだ。ノリ悪い。合コンかっつってんだよ。あんたノリって。あんたお前おかしなやつだな。ちょっとパトカー来い。お持ち帰り。なんでお持ち帰りだよ。死ねえよお持ち帰りなんか気持ち悪いな。あんなんだ。だいたいよお前こんな時間にこんな格好でお前どこ行ってたんだ。家から出てきたとこです。じゃあこれからどこ行くんだ。自分家に帰るんだ。もう泥棒じゃねえかそんなもん。ただの泥棒だろお前。こんなでっかい風呂敷ちょっと中身見せてみろ。やめてください。いいから。やめてください。いいから。やめてください。泥棒。お前じゃねえかそんなもん。誰が泥棒だよお前。なんだそんな見られたくねえな。だったら自分で言え。その中身何入ってんだ。夢です。かっこよくねえよ全然。何かっこつけちゃってんだお前。ああもうラチ開かない。やめてください。お前いいから。僕の夢を奪う権あなたにあるんですか。何が夢だ。僕の権。いいから。なんだこれ。燃えないゴミですかね。うるせえよ。どこがゴミだこれの。お前が盗んだんだろうが。よし証拠出てきたな。よし連行だ。いや連行なんか無理だ。言ってねえよそんなこと。連行だって言ってんだよ。連行だったら天ぷらで。連行じゃねえようるせえな。連行だって来い。やろ。なんだ急にお前は。何がおかしいんだ。お前にいや貴様に私を逮捕することはできない。なんだと。国家権力って知ってますか。お前ら、いや、貴様ら現場の人間がどうあがいたって私を逮捕することはできないんだ。なぜなら、私の父はまさか警察庁の
日本のトップに君臨する泥棒だからだ。家族ぐるみじゃないか。母さん。